始まりました、活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森直人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今回のゲストをご紹介いたしましょう。当番組2回目のご登場となります、はい、ドキュメンタリー妖怪の孫の内山武人監督でございます。どうも、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、こんなたくさんのお客さんがいます。雰囲気だけでもようこそおいでいただきました。もう本当ありがとうございます。いやもう今日嬉しいです。いや僕もこここの間前回すごく、はい、面白い話をしてもらったなと思って、もう恐縮でございます。もう僕さんさすがと思って。いやでも僕もすごく印象的な回で、はい、そう前回がね、はい、2021年夏、ね、8月でしたよ ね、はい、そうですね。パンケーキを毒味する、はい、こちら、はい、こちらの時 で、 そうです、ね、映画監督第一作、はい、出ていただきまして、はい、この動画撮った時ってでもまだ東京オリンピック開催中だったかな、はい、そうですね。で出した時がもう終わってたっていうタイミングだった気がする。そうですかね、うん、ああそうか、そのぐらいですかね、確かにね、うん、はい、あれからいろんなことがまた起きましたからね。ありましたね、本当に。はい、で今回もねちょっと前回に続き、はい、映画ジャーナリスト上甲信さんにも加わっていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、前回は確かに私東京オリンピックの T シャツで参加した。そうなんです。あ、そうでした、そうでした。すごいシニカルです。そうなんです。もうあの時もね、本当面白いお話聞かせていただき、うん、で今回、はい、3月17日より公開となっております、はい、妖怪の孫ですが、うん、まあ、大変な反響を呼んでいるかと思います。はい、これ今ねこの動画撮ってるのは公開から3週間ばかりの頃なんですけども、うん、はい、まあ最初開けていた映画館からちょっと拡大になってきて、ね、徐々に上がってきてますよ ね、はい、いかがですか、その公開後の感じで言いますと、ざっくり、いわゆる1週目はあんまり、うん、なんですかね、まあ、関数も問題もありますし、お客様もやっぱりあまりにも浸透してなかったのか、うん、まあ、新宿とかいくつかだけはこう入ってましたけど、地方も含めて、うん、あと金券も含めて全然ダメでしたね、最初は。はい、もう1週目はで、1週目ぐらいからこうガッと上がってきた感じ、うん、もう完全に口コミってことですよね。そうですね、もう口コミと、まあ、ほんとツイッターとかそれ以外でもなかなかこう伝えようがない感じ、うん、まあ、あといくつか雑誌、新聞みたいなので多少ちょっと取り上げてもらったところからかなとかですかね、うん、本当、はい、映像音声メディアに全然出てこない。もう驚くほど驚くほど出てこないなと思って、もうびっくりですね。これはもうでも本当にお声がそっちからはかからなかったってことなんですか、これは。完全に避けられてるもん、ね、いやもうそれ以外は考えられない。考えられないですよね、はいはい、この話題作で、はい、この沈黙、メディアの沈黙ぶりというのは、うん、ちょっとそれも僕驚いております、うん、はい、でそうでちょっと時系列なんですけども、はい、その劇場公開前の2月23日に、はい、試写会といいますか特別限定上映会が行われまして、はい、それを僕とジョーさん内山監督から、はい、お誘いいただいた、はい、それがちょっと行けなかったんですけど、ね、はい、ジョーさんもそうだよね、はい、うん、題して桜が見る会。そうなんです。これはねこう皆さんこう食いついていただけてよかったですけど、桜が見る会っていうことで、ね、試写会でこういうタイトルがつくのも珍しいと思って、僕これが最初タイトルかと思った、はい、映画のでしかも一応桜ホールってところでやったんで、そうですね、そうです、だから一応そういったことにこだわりつつ桜が見る会と、うん、で河津桜は咲いてるんですよ。そうですね、そうです、河津桜ぐらいしか咲いてないし、はいはい、ね、2月だから、ね、2月だから、うん、でも桜が見るんですから、はい、あそうかそうか、そう、あくまで桜の皆さんが桜ですよということで、そうそう、桜がその映画を見る会になってますね、はい、うちらがだからちょっと遅れて桜になって拝見したんですけど、はいはいはい、本当に、攻めた内容に驚きました、うん、しかもパンケーキからね、まあ、でも1年半、はい、2年足らずですもんね、そうですね、まだ、はい、あまりにも激動の現実があり、はい、でもちょっと思ったのは、はい、2月23日に試写会があって、はい、3月17日公開ということはもうかなり緊急公開に近い感じですか、うん、というか逆に、3月には公開したいというのを決めてたんですよ。なるほど、要はその、まあ、やっぱり統一地方選の前に統一地方選、逆にそのあまりにもドン4月入っちゃうと、うん、告知も全くその新聞すらも扱いにくくならだろうということもあったんで、その前にはせめて2週ぐらい前に始めたいっていう逆算だったんですけど、なるほどなるほど、で結局作業がやっぱりもうずっと押してきたし、まあやっぱりね安倍さんが亡くなったりするの時代ですから、もうどんどんスケジュールが押してきて、でまあそういうこともあって結果もうエイトさんの撮影なんかは大晦日にやってますから、
大晦日ですか。そうです。でしかも古賀さんのやつ撮影なんかは1月の中ぐらいにやってますから。もう結局今年そう、もう入ってからです。まだやってたっていう。じゃあそうか、編集だけじゃなくて撮影も今年入ってた、はい、編集しながら撮影する。そうですね、もう最後はそんな感じで、12月からやっと編集をやって、その最中に映像を撮ったり古賀さん撮ったりとかしながらこうまた構成した。でもそれちょっとあのテレビマンの強さを感じるエピソードですね。そこら辺の的な意味合いと、うん、そのぐらいのタームで、前のパンケーキもそうでしたけど、うん、パンケーキも結局あのケツが決まってて、この期間で作れっていう映画でしたから。あ、確かにそう、はい、それはそれこそ川村プロデューサーから、ね、はいはい、もう、あの、五輪真っ最中の7月30日に当てていくぞという指令があったっていうのも、ね、ありましたもんね、はい。そうちょっといろいろ振り返ってきたんですけども、はい、そうあの前回パンケーキは、はい、当時現職第99代、はい、内閣総理大臣菅義偉さんにまつわるドキュメンタリー、はい、で今回は、まさに安倍晋三元首相が中心人物となります、はい、これはパンケーキの頃からちょっと念頭にはあった企画ですか。いや企画自体は、うん、要するに、まあ、安倍さんをやるかやらないかというよりは、うん、あの菅さんの案件を扱ってると何かしらこう大きく問題に絡んでくるのは、はい、ほとんど安倍さんの案件になるんですよ、はい、でだから実際アニメのあの時に使ってたアニメのネタも、うん、例えば118回の嘘の話のその地獄のやつとかも、うん、基本あれ安倍さんのネタじゃないですか、ね、そうですね、にもかかわらず、まあ、菅さんがなんかこうアニメに使うというか、ほとんどそれ安倍さんをちょっとやりたかった自分がずっとあってたんだろうなと思うんです、うん、ただやっぱり安倍さんを最初から行くっていうふうにはあのなかなか思わなかったですよね。うん、ところもそうですし、でも確か前お話しいただいた時に、はい、でもやっぱりその続編的なるものを何らかの形でこれは継続していかなければならないんじゃないかというお話はにはなったような記憶がある。そうですね、まあ、なんかそういうことをやっていけたらいいなと思いましたけど、まあ、そんなすぐにやるとは思わなかったですまさかまさかの。そうなんですよ。ただ結局その、まあ、パンケーキがおかげさまでお客様入っていただけたので、はい、それもあって川村さんがやっぱりもう本丸行くぞというようなことを、本丸、はい、そういくつかインタビュー記事を読みましたけど、はい、本丸という方を、はい、うん、されていた、うん、で、はい、そう、そしてその同じ2021年、10月に政権が変わるんですよね、はい、あの第100代総理として岸田文雄政権に、はい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 、まだその時パンケーキやってましたもんね、10月、そうですかね、うん、やってましたね、やってましたよね、はい、そうで、まあ、スターサンズの川村光信プロデューサーから、はい、うん、声をかけられ、じゃあ本丸行くぞっていうのはどのタイミングだったんですか。だからその、どうする、本丸行きたいんだけど俺はっていうことをずっと言ってて、うん、ゴーするかどうかっていうことよりも どう思うかってことをずっと打診されてて、でも本丸やりたいんだ、うん、やりたいんだってことを言われてて、うん、でも10月ぐらいですかね、実際にもう本当に本丸やらないかって話を、じゃあちょうど政権交代の後ぐらいですかね、後ぐらいか、はい、で、かといって、うん、岸田さんやるかっていう感じにはなんなかったですよね、うん、はい、あ、そうなんですね、はい、岸田さんよりはもう全然やっぱりもう本丸でしょうっていう感じにはなりましたよね、うん、そうで、そのパンケーキの時は、はい、その前回もお話したと思いますけども、本当にその選挙に影響を与える映画を作りたいという、まあ、非常に率直なオファーがあって、はいはい、まあ、かなりその無理難題のようなオーダーが3つあったって、はいはい、それがまあ本当にもうタイトル、まずパンケーキを独立するっていうのを川村さんが指定されて、はいはい、でさっきおっしゃいましたあの公開時期、あの開催の有無にかかわらず五輪真っ最中の7月30日、はいはいはい、あと分かりやすい政治ドキュメンタリーという話題もあって、はいはいはい、でそれにおめぐってあの前の動画では、うん、かなりそういうコンセプトのもとに、うん、映画 その設計をされたということをかなり細かくお聞きできたと思うんですけど、今回は基本的にはこの3か条を踏襲しているような企画と言っていいですか。そうですね、そういう意味で言うと前回特に若い人に見せなきゃいけない、届けなきゃいけないっていう、はい、選挙に行かせるためにやっぱり若い人に伝えなきゃいけないっていう思いがあったので、うん、特に分かりやすい要素とか、うん、要するに楽しませる要素みたいなこと、うん、要するに政治ドキュメンタリーっていうキーワードよりはやっぱり政治バラエティっていう言い方を変えてたもんな、してたんですけど、うんうん、とにかくその面白いですよっていう感じ、うん、面白くもしかして笑えるところいくつもあったりして、うん、政治が分かっちゃったりしますよっていうぐらいのこう、うん、ハードルをとにかく下げようっていうのがテーマだった、うん、ただ今回はもともとそういうことで行きたかったんですけど、はい、やっぱりちょっとその安倍さんがああいう形で亡くなったことで、うん、やっぱりちょっとその面白がらせるところがすごい要素としてガラッと変えなきゃいけないというのもあったので、ただ分かりやすくしたいとか目線を下げたいとか、そのいわゆる政治ドキュメンタリーっていうキーワードはもうなるだけ使いたくないような感じにしたいというのは変わってないですね、うん、大きくは。
ジョさん今回前のとパンケーキと比べて妖怪の孫ってまずどういった感じに映りました？はい、やはりやっぱり主人公っていうか安倍元首相になってると、うん、やはりもう私もうちょうど日本に来た年、ね、あ、なるほど、2007年ですね、はいはいはい、もうずっとやはりあの、まあ、中国にいる時もそうなんですけど、うん、中国から日本に来て、まあ、常にやっぱりそういう海外のニュースとかチェックしてるんですけど、まあ、安倍元首相は本当にあの世界的、まあ、影響力っていうか、うんうん、ちょっとこの10年間15年間においてもちょっとダントツに海外での知名度、うんうんうん、影響力すごく有名ですよね。すごく有名ですし、はい、でと同時に、まあ、海外から見る安倍元首相と日本国内から見る安倍首相と全然違うところもあるから、うん、で私はどっちかというとやっぱり海外のニュースをたくさん、まあ、政治ニュースに関してチェックしていて、とあとやはりあのいわゆるそういうなんていうかあの日本人じゃないので、うん、まあ、そういった外部的な視点もあるの で日本国内における安倍元首相のエピソードっていうか、うん、はい、割とそこまで知られてないんで、うん、だから今回この作品を見てものすごくやっぱり自分のいわゆるそういう断片的な知識を補足 しながら、うん、なあ、やっぱり安倍元首相こんなに複雑な人だなっていうことと同時に、うん、その一人 あの人を通して、うん、まあ、ある意味今日本の政治システム、はいはいはい、あと日本社会全体像もすごくやっぱりいろいろ感じられた一本だなと思いました。僕もここ気になる部分なんですけども、はいはい、あの内山監督としてはだから前 の川村さん そのオファーが選挙に当ててくる、うん、そうやって、はい、まあ、言ったらその日本国内の問題をあの我々に当ててくるっていう、はい、あのことだと思うんですけども、はいはい、こういったなんか海外 の目がこの映画に注がれるっていうようなところってどれぐらい意識されていたのか。それはね、でも正直はね、うん、言えば、まあ、そこまでの余裕はなかったですね。なるほどなるほど、うんうん、やっぱり安倍さんの本ってものすごい数出てるんですよ。めちゃめちゃありますよね。そう、やっぱりこれだけ10年やってますからもう膨大に、めちゃめちゃある。僕もちょっと改めてちょっと何個か読んといたかねかって調べたらちょっとありすぎて、どれ読んでいいかもわからないぐらいあるじゃないですか。ちょっと無理だなと。で、膨大にあるのと、うん、やっぱりまあその映像的なものも、まあ、いわゆる探せば、あの、まあ、テレビなんかにかかればもしかしたらもっと膨大に出てくるでしょうし、うん、そうじゃなくてもまあまあ映像も残ってたりとかっていうこともあるので、とにかく何から手をつけるべきかってこととか、何をやるべきかってことがやっぱ正直そのもう半年以上ですかね、ずっとこう、まあ、あと、いろんな人に相談してはこけて、相談してはこけてとかっていうことを繰り返したので、あんまりもうなんか世界がっていうような意味合いはの目線っていうのは今逆に言われるまで、あの、あ、そんなこと全く考えなかったな。そうなんだ。じゃあもうがむしゃらっていう感じなんで、ね、今回あのやろうと思ったら外交みたいなことの意味を、うんうん、あの解いてみたいっていうので、一応その外交の専門家の方に何人も当たったんですけど、うん、でまあ、ちょっとそのテレビ出てるような方とかは、うん、やっぱほぼ NG を食らってしまったので。あ、そうなんだ、うん、はい、だからちょっとその外交の話はもっと本当は深掘りしたかったなと思ってます。特に今ちょうどその、こんだけなんだろう、軍拡みたいなことはバンバン積むのに、ね、うん、外交の本質みたいな話を誰もこうしてない感じがして、分かります、うん、もっと素人が分かる外交って何みたいな話を第3作みたいな、ね、こととかをなんかあるきっかけでやれることがあるなと思ったんですよね。外交はものすごく複雑ですね、今は、はいはいはい、全世界の。であとそんな難しくしないで、本当はこうすべきだったのに外交はね、うん、っていうことの意味合いが、うん、今全くそれは日本でされてないってことが伝えたいんで、うん、あ、それでもちょっと本当いきなりですけど、はいはい、次に期待したいお題です、ね、はい、じゃあということで今日はどうもありがとうございました。あ、そうじゃないですか、はい、まだまだたっぷり聞きたいんですけど、そうですね、はい、分かりました。その川村光のプロデューサーがまさか、はい、2022年、ね、昨年6月11日に、はい、もう本当急逝されて、うん、そうなんですよ、びっくりしましたけども、うん、はい、そこからどうなったんですか。ですね、まず、いわゆる川村さんみたいな方がいないことにこういう映画立ち上がらないわけですよ、はい、で要するに、まあ、いろんなところの敵というか、いわゆるそのハードルをね、うん、あの人がいるからこう乗り越えることが多かったし、うん、あの、まあ、集める人たちがいたり、こう協力してくれる人たちも川村さんのもとに集まることが多かったので、はい、川村さんがいなくなるというようなことがもう、あの、体調がずっと悪かったのは年内からずっと言われてて、あ、そうですか。で、まあ、打ち合わせもすごくご自宅の近くでやりましょうとか、あの、会社でお会いしてもちょっとこうゆっくりゆっくりだったりとかって、まあ、いろいろちょっとあの腰がねとかいろいろ言ってて、だいぶちょっと僕らは本当にその悪い病気だってことは聞かされてなかったんで、で、まあ、ちょっとすごくショックを受けまして、で、もうこれがちょっとどうなるのかねっていうことで動かないかもしれないねみたいなことは一旦僕らも含めて、
まあ、特に石原ってプロデューサーの人間も、まあ、スターさん自体がどうなっていくのか分からないというところもあって、やっぱり一人でずっと大きく引っ張ってきた会社ですから、だからまあちょっとどうなのかなっていうのはあったんですけど、まあ、だからそこで結果その、まあ、その電話の亀井さん亡くなったんですって話を聞いた直後に、この古賀さんから僕のとこ電話があって、古賀茂明さん、はい、古賀茂明さんが、はい、で、いや、内山さん聞きました、あ、聞きました、とかって、いや、もうどうとか話したら、古賀さんが、いや、僕さ、実は昨日亀井さんとずっとこの妖怪の孫の話してたんだよねって話をしてて、うんうんうん、えっていう話になって、うん、いや、まさかさ、そんな話をずっとこう、いつもよりね、時間が短くて、いつも2時間、3時間ずっと一方的に喋ってたりなんかして、うん、結構厄介だなと思ってなんか電話でこう出てたんだけど、昨日に限って20分ぐらいで終わっちゃったんだよとか言って、うん、あ、そうなんですね、それがね、まさかその翌日だもんねっていうことを聞いて、うん、うわぁ、そっか、小川さんにもそういう思いをこう託してたのかっていうことがあって、なるほど、うん、で、なんとか逆にそので僕らの制作体制としても、その川村さんに代わる人なんかちょっとこう立てないと、なんかこうちょっと対外的なところとかいろんなところのこのある交渉みたいなことも含めて顔がいるんじゃないかってことになって、まあぜひ古賀さんにって、まあ古賀さんやっぱそういう縁を感じてくれたみたいなので、やりましょうというふうにすぐ言ってくれたんですよね。そっか、はい、あのパンケーキにも出演された古賀さんが、まあ企画プロデューサーという形に立って入りました。はい、でも本当そう考えると、でも本当川村さんが、はい、あの本丸って言ったのはもう本当意思ですよね、うんうん、もうこれを、ね、はい、ちょっと最後もし自覚されていたんだったら、うん、これはやっておかなきゃならない一件なんだっていう、そうですね、もうそれをバトンを引き継がれたという形だと思います。そうですね、はい、だからそこはあの、まあ、ちょうど亡くなられた直後にあのご自宅の方に行かせていただいて、うんうん、まあ、あの最後お顔を見えたんですけど、うん、やっぱりちょっとこう心に誓うというか、なんとかこれを形にしますっていうようなことは、うんうん、あの僕なりにこの中ではこうつぶやいたというかあれしたことがありましたね。その6月11日までにもう映画は動き始めてたんですか？うん、はい、あの実際撮影はしてました、いくつか、そうなんですか、札幌行ったりとか、あ、そうですか、はい、アビガンとか、うん、もうの撮影とかもしてましたね。それは映画には入ってない、はい、それは結局もうその後結局安倍さんが亡くなるじゃないですか、はい、でその安倍さんが亡くなることで大きく構成を変えたので、あ、そっか、はい、そこはもういいってなって、いや、もうだから、うん、あのすごく、まあ、ある種いろんな要素を取材してみて、まあ、とにかく強いものからやろうっていうことは考えてましたけど、うん、とにかくこう事件性あるいはあんまり表に出てないニュース性みたいなものとか、うん、そういったものをやっぱりこの映画でやるべきだと思ったので、うん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 、そこの大きなコンセプトは変わってないんですけど、うん、ただやっぱりちょっとこう昔のものだなとか、ちょっと扱いがちっちゃいものだなこれはってなると、やっぱりどうしても、うん、あの説明がすごく複雑にたくさん必要だとするとちょっとこの尺持たないなとかっていう意味で、まあ、いろいろこう残念ながらやめましたね、その2つは丸々。あとそれ以外にコロナも実はちょっとやってたんですよね、最初のうち。なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、でコロナのこともやっぱりあのいわゆる安倍政権が倒れるきっかけはやっぱコロナですから、うん、まあ、コロナもしばらく扱ってたんですよね、うん、なんだけどやっぱりコロナがまたこう収束落ち着いてきちゃうと、なんとなくその空気もファーッとこう、なんかであの映像も見たくないなみたいな空気も出ちゃう感じがしてたんで、なるほど、だからちょっとそういったことも一旦ちょっとあれしたって感じですかね。そうで、はい、その6月に川村さんが亡くなられて、はいはい、そしたら翌月7月8日、安倍さんが殺害される、はいはい、僕はあの出身和歌山なんですけども、今その奈良の学園前に妹の家族が住んでまして、あの大和西大寺は奈良のめちゃめちゃ知ってるんですよ、見覚えのある風景がニュースに出てるんで驚いたんですけど、うん、あれがやっぱりでもちょっとこの読めない展開翻弄されますよね。いや、もうあの翻弄どころか、やっぱりちょうどあれは山口とかいろんな撮影が終わって帰ってきて、ちょっとじゃあ次のどこでしょうかって準備してた時に、あのうちのプロデューサーのユニオンの方のプロデューサーからちょっと今急ぎてテレビでってバーッつけたら、もうちょうどあの中継がバーッと始まってて11時ぐらいからですけど、ずっとその状態でもうだからぼーっとそのテレビを、うわこれはどうなっちゃうかなというよりは、もうこれはまずストップだろうと、でやっぱりストップだろうとまず思われた、はい、ストップと同時にこれは全く中止になるのか、あるいは良くても先送りだろうと、うんうん、あの当時やっぱり亡くなり方がああいう亡くなり方をしたもんだから、うん、あのちょっとこれはあの刺激が強いのと、やっぱり あんまりそういったその安倍さんへの
まあ、揶揄するつもりはなくても安倍さんをちゃんと総括するということになってもちょっとこれは早すぎるじゃないかっていうことにみんなが思うかなとか、やっぱりちょっとかわいそうだってモードがすごく空気としてバーンと広がりましたので、だからこれはちょっと先送り、せめて先送りになるだろうなとは思ったんですよね。そう、はい、でここからがまた怒涛と言いますか、はい、国葬があり、はいはいはい、まあ、吉田茂以来戦国大名で山上徹也の人物像とともに、はい、まあ、統一教会問題、うん、そうですね、宗教二世問題がどんどん浮上してくるという流れになって、でやっぱり映画を撮ろうと思ったわけですよね。まあ、結局僕らがストップだなと思ったことの大きなポイントはまず、まあ、川村さんがいなくなったこともあって、うん、権威力としては一旦弱まったところに、うん、やっぱり政策委員会的な、まあ、そのお金出そうとするような人たちが、うん、やっぱりこれはって空気になったわけですよね、うん、でまあ、そこが一番最終的に僕らとしてはそこが止められちゃうとやっぱ止まろうってなるんですけど、うん、ところがこの統一教会問題がわーって出てきたことによって、うん、この妖怪の孫っていうタイトルにまさに絡んできたように岸さんの問題がわっと出てきたと、そういうことなんだ、はいはい、で岸さんの問題と安倍さんの問題がこれ背景にずっとあるんだと、うん、要するにある種安倍さんが今回亡くなることの背景になった、うん、統一教会っていうものが、うん、これあんま絡んでるんだとしたらこれ一概にそのなんていうかわいそうって話じゃ済まないんじゃないかと、うん、もう一度この安倍さんってものをちゃんと見なきゃいけないんじゃないかっていう空気がわっと少しずつ立ち上がってきて、その時に配給会社の当時のトップだった方、はい、これはKという大きな出版社の会長がですね、うんうんうん、僕を呼んで、まあ、僕らプロデュースみんな呼ばれて、うん、その社長室にバーンと言って方がいられて、うん、でその方がとにかくね監督妖怪の孫このままのタイトルでいいからぜひ進めてくれと。妖怪の孫っていうタイトルは最初から決まっていたんですか、はい、もうね、川村さんがね一番最初から言ってたんですよ。すごいな、ね、でただ僕はね何回も企画書でもう妖怪の孫ってタイトルをわざと変えちゃってたんで、うん、っていうのは、はい、当時岸さんをまだ要するにこの問題が出る前ですよ、うん、あんな前の段階で、いや岸さんの話ってそんなにみんな分かんのかなと思って、 あまりにも前の人だしそのおじいちゃんだし、うん、なるほど、でそのおじいちゃんの話をそんなにこう掘らなきゃいけないかなとかっていうことが僕の中でずっとこう、うん、安倍さんのやっぱ現代の安倍さんを見ることが、うん、今の政治家を見ることの背景だと思ってるから、うん、だからそんなに岸さんの話はって言ってあんまり妖怪の孫ってことに僕はそんなに食いついてなくて、うん、もう場合によってはこう分かんないちょっとごまかしてってぐらいの別に、うん、乗ってなかったあんまりネタにならないんじゃないかと思ってたんですよ、うん、なんだけど結局その統一教会のことも起きたもんだ、急に妖怪の孫っていうタイトルの意味合いがドーンとでかくなって、僕だから完全に思い込みですけど、はい、この問題を受けて決めたタイトルだと思い込んでました。違うんですよこれ最初からなんですよ。だからびっくりです。それこそ本当に川村さんなんか先見の明なのか、うん、ちょっと変な予知的な能力なのか分かんないんですよ、ね、もうびっくりするんですけど、でそれがあったもんだから、うん、でその会長がとにかくやりましょうとやってくれっていうことで、うん、やっぱすごくジャーナルな気持ちが強い方なんでしょうね、はい、ですごく正義感というか、まあ、そういう意味でもこれはちゃんと逆にみんなが見たくなるはずだっていうこともあって、うん、すごく確信があったんで、うん、さあそれで進もうと僕ら前に進み出した途端、うん、今度その会長の方がですね、うん、オリンピックの問題で急に壁の向こう側に行ってしまったんですね。もう誰か分かっちゃったな、ね、まあそうですね、もうこれはね結構はい、これ皮肉な話ですね。そうですね、もうだからこれも結局安倍さんが亡くなったことによって検察の動きもだいぶ変わってきたというふうにみんなが言うように、多分僕もそうだと思ってるんですよ。そうによってこうバタバタバタと事件が動いたことによって、はい、結果その会長もすらも壁の向こう側に行ってしまって、いや僕はブラックコメディみたいな話だな、はいはい、なるほど、まあ、信じてますけど、ただやっぱりそうすることによって、まあ、いわゆる映画体制が全くあそこの会社も変わるんですよね。そうですね。しかもいくつも映画がなくなった中の一つに僕ら、はい、もう、はい、もう皆さん分かると思うけど、はい、そういうことなんですね。そうなんですよ。でスパーンとこうまるでこうはしごを外されるかのようにバーンとこうもううちは撤収ですってなって、どんな苦難が受難だらけバーンと続いてきたんで、いやもうだもう波乱万丈だもん、ね、すごいな、はい、もうだ途中から笑うしかなかったぐらいの、なんか僕話聞いてたら、はい、そういう気持ちになってくる、うんうん、はい、
ジョさん、岸信介とかってご存知？あ、知ってますよ。あ、そうなんだ。あのやはりね、前森さんとも話しましたけど、やはり、まあ、中国っていうか、まあ、おそらく中華圏、韓国もそうなんですけど、いわゆるそういう近隣国の政治について、うん、ものすごくやっぱり紹介されているので、うん、あ、そうなんだ。で、まあ、最初にあの2005年でしたっけ、安倍さん入閣は、うん、確かに、まあ、その辺から、もうあのうちの父もいわゆるそういう歴史好きなので、うん、まあ、こういう人の孫にするとか、うん、最初もそれだけもう中国語の読み方だけ知ってて、でその後やっぱりあの安倍さんも長いので、うん、で最初に日本に来た時はかなり変わってるんじゃないですか、はいはい、でその後やっぱり長くやっていて、あんまりにも言い方してるかもしれない、キャラクターとしてもね、すごくやっぱり、うん、あの認知度が高いし、そうするとその安倍さんに対する紹介はやっぱものすごく、うん、個人的にね、みんな調べて書いたり出してるから、たくさんいろんな資料も読みまして、そうなんだ。で岸さんももちろん知っていますし、ね、家族でさらに上の歴史もね、あの明治からね、すごい逆にでも、はい、その内山監督がご心配されたように、はい、岸信介知らない若い世代、日本多いですよね、多分。そうだと思うんですよね、はい、うん、で、いや多分その若い世代に限らず、うん、多分下手すると40代下とか30代、まあ、そうかもしれない、うん、なんか知るすべがないというか、確かにそうかも、うん、あの今特になんかそういった歴史をちゃんと振り返ることも少なくなってきちゃってるし、うん、結構あの、まあ、映画に使ってたフィルムはあるにもかかわらず、うん、あんまりそういったものを扱わなくなったんで、うん、まあ、政治に対する温度ですね。そうですね、そうだね、はい、だからその岸信介がその昭和の妖怪と言われていた、そこから来た妖怪の孫というタイトルなんだけども、そっか、でもやっぱりもうこのコンセプトがもうでも本当にそうなりましたもんね、このタイトル時代に。結果逆に岸さんとの関係を見ていく上での業界の孫というタイトルに本当にこだわって、取材すればするほどその深さが出てきて、最終的にはそっちがすごく大事なことだったということに僕もやりながら気づいていったんで、もう撮りながらじゃ発見していったような感じで、うわこんなにかっていうところで、まあ特に最後の最後、まあ憲法の話に僕ら持っていく時にもう、うわここも全部やっぱり岸さんじゃんっていうことがつながってくるあたりに、何かやっぱりこうある種因縁と、まあこの物語がずっと変わっていった様も僕の中でもある種僕の中でドキュメンタリーが起きてる感じなので、あでもその面白さは本当映画になってるような気がすごくします。だから基本的にはそのパンケーキの方法論だとか主題各論を受け継ぐものだとは思うんですけども、やっぱりまず本当その日本論っていうあの映画になってると思います。で特にまあ、あのジョさんが日本に来られた2007年、うん、まあ、第一次安倍内閣、はい、その後、まあ民主党政権に変わる、はい、まあ、震災がある、うん、でも2012年にその第二次安倍政権が発足してから、うん、まあ、約10年、そうですね、まあ、もちろんそれはもう本当3.11後の10年なんだけども、うん、はいはい、本当そのこの10年は何だったのかっていうような主題にまで膨れ上がった気がしますよね。はいはい、ね、やっぱりそれはもうご自覚されて、はい、もうそういう映画を撮ろうと思われた。そうですね、結局あの、うん、第一安倍政権からやる意味、まあ本当はそこもあるのかもしれないけど、うん、やっぱり、まあ、特にまあこの10年を見つめ直そうっていうことの方が、うん、ある種、まあ、キャッチーだし掴みやすいっていうこともあったので、はい、分かります。でしかもやっぱ大きくこの、 あの安倍さんのこの政権が強かった理由っていうのは、うん、やっぱり民主党政権になったからなんですよね。民主党政権から返り咲くところにすごく本質的 な、 なんか彼らがこう意地でもこの政権を執着しなきゃいけない、固執しなきゃいけないんだっていうエネルギーがものすごいあの期間の3年間の間起きてるんで、そのエネルギーと、まあ、いわゆる手段ですよね、どんな手段を使ってでもっていうことがこの今の現代につながってる感じがしたんで、結局この民主党から の、 この大きなバウンドですよね、そこを描きたかったんですよね、はい、そう、もうまさにバウンドですよね、はいはい、あのこの民主党政権のこのバネが一回これがなかった、もう本当そんな感じで、すごい長距離になっちゃったっていう感じがめちゃくちゃします。で僕あのパンケーキはその時の動画でもお話したかと思うんですけども、やっぱり菅義偉研究の一本として、まあ非常にまず面白く拝見したっていうのがあって、だから菅さんっていうのがその決してその前も言ったと思いますけど、安倍政権のゲッペルスみたいな揶揄だけで、あの済まされる政治家ではないというその人物像の発見の部分とかも、まあある種ユーモアとともに何か解釈や何て言うんでしょう、印象の幅を生むような作りにもなってたと思いますし、そこはすごく面白いなと思って見ていたんですが、今回の妖怪の孫はさっきあのちょっとその笑いの部分、バラエティ的な部分でおっしゃられたように、
もっと先鋭化しましたもんね。もうこれは本当そう思います。主張が結構鋭く固定されていて、はい、それ何かといったら、はい、でもここ本当重要だと思うんですけども、はい、もうぶっちゃけこのままじゃ日本本当にやばいっていう、はい、うん、ここに尽きるんじゃないかなって。だからそれは安倍政権、岸田政権、自民党政治の研究を通して、うんうんうん、なんかもう内山監督の中にも本気の有国的感情というか、うんうんうん、まあ、そういった感情やスタンスをが湧き上がってきて、そのスタンスを選択されているようにも思えましたが、はい、その辺ってそのパンケーキの時の心情の違いということでいうといかがですか。あ、ね、あ、なるほど。いや、もう本当にいいですね。あの、まあ、特にこの年明けからですよね。もう岸田政権になって、うん、あの年末ぐらいから、うん、急に言うことが、まあ、それこそ彼が先鋭化してきちゃっていうか、先鋭化してる、異次元にまで先鋭化してますからね。でそこがやっぱりちょっと急激に変わったことが、うん、あの岸田さんができた当初、あれ意外と元に戻るのかなと思った空気がね、これ本当みんなちょっとなんとなく思っちゃってましたよね。そう、だから意外とその分配するんだって言った時に、あ、この人は完全にあの今まであの分配を否定してきた人たちが、あ、分配という方向に向かうから、いわゆる 新自由主義的なものからちょっと脱却していくんじゃないかっていう空気が出て、あ、これは少しちょっとこう、うん、少し変わるなと思ったら、おいおい、もうこの年末前ぐらいから急にギュギュギュッと逆になってきたんで、緊縮増税、はいはい、だから、はいはい、なんとなくそのこれまで あのゴリゴリの安倍政権よりは、はいはい、あの、まあ、菅さんも含めてですけど、はいはい、ややリベラルっぽい匂いがしてたんです。してたはずなのに、はいはい、よりなんか恐ろしいことが急にこうまた、ね、反動のように変わってきたので、 それもあってやっぱりそのやっぱ編集の時に起きてる気持ちはやっぱりリアルにそっち側にどん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 気持ちが高ぶっていった感じはあるかもしれないですよね。あの、うん、ネタのチョイスというよりは逆にその過度にナレーションではそういうことをするわけでもなく、やっぱりこの物語を積み重ねていくうちに、あれ、これはただ単に見せていくだけじゃないなっていう感じになって、やっぱりある種もしかしたら、いや、かといってね、その見た人にあまりもこうどっちかに寄せたい映画じゃないので、うん、見た人に考えてもらうことは大事だと思うので、まあ本当にでも最後の最後ぐらいですよね。ちょっとこれは本当に危険なことになってませんかっていうことを、うん、まあ、ちょっと伝えたかったらそこですかね。ジョーさん、その辺ってこの映画を通して どんな感じで見ました、うん、語り方だとか。いや、でも本当にものすごくやっぱりこの作品を最後まで見て、まあ、特にまあラストの方もそうなんですけど、ものすごくやっぱりあの内山監督の強い信念が感じつつ、やはりあの前回の動画の中で私も少し話しましたけど、やはりまああのコロナになってからより日本を観察するように、私外国人からやっぱりいろんな問題も表面化されていて、外国人だとしてもいろいろなんか来るかもっていう影響があってて、もうこのもう3年立っていて、うん、よりなんか、まあ、日本に住んでいる、うん、あの人としても、うん、でも今後どう考えても危ないなっていうことをすごくやっぱり感じてて、なぜかというと今、まあ、グローバル化っていうこともあるので、うん、まあ、私いつも思うのは、中国に帰ることと、うん、あの沖縄に行くことと大した変わってないんですよ、うん、距離的にはそうですし、うん、でももうどんどん交流がコロナ前から上海の往復便は多分札幌と同じぐらいの感じになっているので、うん、だからその辺はもっとやっぱり日本全般的に変わらないとどんどん、うん、でコロナのこの3年間をこの問題を最大化にしてて、うん、でこの映画を見たらこの闇の深さはね、うん、ものすごくやっぱり感じましたので、うんうんうん、そうだから中国のそのある種のその政権の問題ってまた別個の問題はあるけども、なんかそのなんだろう、いろんなものが複雑にどんどん分断されてるっていう感じはめちゃめちゃありますよね。でなんかそのまあ特にあのこの映画の冒頭にやっぱり国葬を持ってきたんですけど、国葬で見えてるやっぱりあの空気っていうか、やっぱりこのまあその右派の人と左派の人たちがこういうふうに言い合ってる、でかといってみんなが関心持ってるかというと、多くの人は関心持ってる。で一方でものすごくこう並ぶけど、うん、並んでる人たちにとってすごい安倍さんっていうのはどんな人に見えてたのかって、まあ、ちょっと、うん、あの間違ったインタビューとかあんまりちょっと入れてきなかったんで、うん、もうやめましたけど、うん、なんかああいったことの、まあ、見えてる現象だけでも、これは今ちょっとこの国はどこに向かうかなっていうのがこう分かんなくなりそうな感じだったんで、うん、オリンピック開会式の日に近いじゃないかなって感じも、はいはい、反対派で、はいはい、そうですね、同じだよな、はいはい、うん、
そう、反対賛成で、はいはい、こうガツなんかあるんだけど、うん、それが全体の無関心と切り離されて、うんうん、なんかな全部が茶番のように見えるっていうような感じがしますよね。そう、それで僕今回だから一番感銘を受けたのはラストなんですよね、はい、あ、なるほど。監督の内山です、はい、いきなりその内山監督ご自身の声が聞こえてきて、はい、あの娘さんなどことなども含めて、はいはいはい、すごいその率直にお話されるこの映画を撮らればと思ったこととか、うんうんうん、まあ本当に日本の未来の危機感について率直にお話しされる、はい、これはもうその編集していく中の気持ちの高ぶりが出た部分です。そうですね、まあ、高ぶりという、うん、まあ、まさにそうなんですけど、うん、まあ、いわゆる社内で、まあ、小賀さんとかも含めてこうみんなにあるで、あのエンディングちゃんとした、ちゃんとしたっておかしいけど、もともと決まってたエンディング、要するに予定されてたエンディングはもちろん作ったものを見せてたんですよ、うん、はい、で、まあ、みんな見てて、まあ、ああそうだね、まあ、見終わった感想はまあ、まあ、いいんじゃないかってなってるんだけど、うん、どうも終わり方が今一つこうしっくりいってない感じをみんながこう雰囲気として出してきて。ちなみにどういった終わり方だったんですか？いや、もうだから本当にね、ちょっとお恥ずかしいんですけど、うん、結局その、まあ、このままでいいのかっていう、あの要は何ですか、みんなが諦めてもいいのかで、うん、なんかあの政治、まあ、偉人みたいな人の言葉かなんかを出しながら、あ、まあ、終わっていくとかっていうようなことにしてたんですね。ちょっと定のいい感じにしてた。まあまあそうですね、まあ、まあよくやったからね。正直それも僕の中でハマってないんですよ。ハマってなくて、うんうん、こんな終わり方なんかもうれきたりだしつまんねえなと思って、ずっとそのいや、この映画どうやって終わっていくのかが、実はその編集最中もまでもずっと悩んでて、ちょっともうなんか寝れないぐらい、こうもう戻り返るぐらいずっとこう悩んでて、このままじゃダメだよな、まあ、だからチェックだからあったりするし、見せなきゃいけないタイミングがあるから、もちろんそういうエンディングは作るけど、こんなエンディングじゃつまんねえ、どうしようどうしようと思ってて、で、まあ、みんなの反応は、まあ、終わりに関してはちょっとこう今一つこうなんなん、まあなんかうんうんぐらいの感じで終わってるし、ふわっとしてた、ふわっとしてるっていう感じだし、もう自分だから全く納得いってなくて、はい、もう苦しんで苦しんで、もう本当に最後苦しんだ先に、俺結局自分はこの映画何をしたいのか、もう一回ちゃんと立ち返ってみたら、やっぱり自分がなんでこう思ったかってことを伝えてみるしかないんじゃないかっていう、でしかもちょっとこう、しかもある種ぶっちぎってでも、このこういった内容でこんな終わり方をあえてぶっちぎってやってみるしかないんじゃないかっていうふうになって、うん、でやっぱりそれで伝えるんだったら、まず自分の思いとしてはやっぱり、あの僕後の世代の、要するに自分の娘だったり、その後の世代のことに、はい、やっぱり僕らまだちょっと生活があのいい時代で育ってきてるんで、うんうん、そんなに、まあ、この先へそんなに短かったとしてもあれなんだけど、その責任をすごく感じてるんですよね、はい、この後の世代にこんな日本に残しちゃってしまってるっていう、はい、うん、その責任をものすごく感じるし、後の世界の人たちのために何かできることがないかっていう思いが、まあ、ずっとあるので、うん、なんかここはそういうことを素直に言ってみようというようなことにしかならなくて、実はあれもこれでこれはどうなのかっていう、こんな終わり方どうなのかっていうのは、もちろんその社内のプロデュースの人間とかに見せて、うんうんうん、そしたら、ああいいんじゃないって結構意外と、いや違うんですよ、緩めに言われたんですよ、緩めにえマジか、えちょっとなんかもうちょっとさ、なんかないのって思いながら、あ、そっか、このもう必死のあれでやったのに、こんな思いで俺はこれちょっとさ恥ずかしい思いも含めて、しかもこんななんかね、ちょっとご法度の終わり方で、うんうんうん、こんなありっていう意味で、うん、ちょっとどう思うって言うつもりでこう見せたら、うん、何じゃないおいおい、なんかもうちょっとくれよくれよってね、そう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 、なんか、なんかないの、もうちょっと言い方、じゃあもうさらけ出したよ、そう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 なんか意外とちょっとそんな感じみたいになって、うん、ただまあまあ、あ娘出すんだ、へえ、いやそんな感じみたいな、なんかもうちょっとこう来いよってなったんだけど、面白いな、うん、っていうことがあって、まあでその日の夜に、あの実はその岩城太郎さん、今回音楽の、はいはい、岩城太郎さん、まあそれは川村さんのこともあったんで、うん、すごい岩城さんがこの映画やりましょう、もともとよく知ってたんで、何度もお仕事してもらってたし、はい、関係性もあったことで、とにかくやらせてくれって言って、うん、岩城さんの方から言ってくれたんで、うん、もう破格 の、 あのやり方してくれたんですけど、あ、そうなんですね、ただそれを、まあ、この今出来上がったある程度尺になってるものを見せるっていうので、うん、あのまあ、うちの社内的なプロデュースも OK になったっていうので、うん、じゃあこれでいこうかっていいんじゃないかってなったんで、うん、でまあそれをそのままその日に岩城さんに見せて、うん、吉田さんも手が止まって、え、これ本当出すのこれってなって、それはいい意味でですよ、いい意味で言えば、うんうん、うわ、覚悟を感じるなこれはって言って、
て、それや欲しかったのはそれですよ、うん、そうだ、そういうようなことをいや、なんかちょっとこれでまた見る目変わるなこれはって、うん、いうことをこうおっしゃっていただけたんで、逆にあこれはいけると。で、ただまだその時には、まあ、あの映画の中にも、ね、家族にまだ見せてないし、その話はしてないんで、まずこの許可を取んなきゃいけないという話をまだ、はいはい、あの吉田さんにもして、いやまだ家族にまだこの話してないんで、家族会議をやってない、やってない状態で先にもう見せちゃってるんで、うん、で、まあ、家族会議やりましょう、うん、今日これからやるんですってやって、うんうん、じゃ あのとにかくじゃ奥さんとお子さんに、あのお嬢さんにぜひ、あの岩城太郎はもうこれでいたいと思ってるということを伝えてくれと、うんうん、いうようなことがありがたいことを思いましたから、まあ、それで行きますってなって、うん、で家族会議をすると、はい、で家族会議はしたんだけど、うん、あのまあ、家族にこう映像を見せずにこうわーっと説明しても、まあ、こうでこういう形で、うん、あのまあ、写真も見せてね、昔の写真だけど見せてね、うん、まあ、こういうことを伝えたいと思うんだけどどうかって言っても、うん、結局娘とあれも、うん、そんな一概に OK は出せないと、うん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 、まず見ないとわからない、うん、そうですね、でしかも一応あの、うん、家内もあの同じ同業者で映画の編集マンなんですよ。あ、そうなんですね。はい、いわゆる加賀一句とか、なぜ君とかの大島さんと一緒にやってる時の編集マンなんですよ。そうなんですか、はい、うん、で結構近いんですよこれ。なるほど、なるほど。で、まあそういうこともあって、まあまあ、映像の編集しっかりやってるから、とにかくで娘もちょっとそういうことです。映画も好きだし興味持ってるんで、うん、とにかく全編見せろと。全編見てからじゃないと私は何も決めたくない。すごいことになってきましたね。すごい家族会議です。その日の翌日、うん、まあ、僕らの編集室に家族だけにして、はい、あのアシスっていうか助監督とか中間も出てって試写会、試写会、完全試写会にして、試写会でやると、うん、で、まあ、そこを見せて、うん、で、まあ、最後見終わった一応そのまあかみさんっていうかパートナーの方も、うん、まあ、ちょっとこう涙したりなんかして、うん、分かったと、もう思いが伝わったから、うん、これはこれで私は認めますと、認めようと思うと、まあ、確かに危険もあるかもしれない。娘も、いやこれは分かったと、まあ、自分も、まあ、こういう家に座ったこともあると分かったから、まあ、あの、うん、分かりましたということで、すごくこういいですよ、いいよって言ってくれたんで、ただねって言って、だ前半の方がすごく早くて、うん、あの編集早いから、うん、もうちょっと編集伸ばせとか、あそこ直してとか、あそこ直して、もう編集のダメ出しダメ出しだって、そんな直しはもうすぐ食らったんですけど、分かりましたとか言いながら、ラストはいいけど、それまでちょっと、それまでのところがもうちょっとあのつなぎが短いとか言って、いわゆる普通直し食らったんで、でも最高の試写会ですね。そうですね、まあ、うん、あって、でまあその日の夜はまあなんか中華料理かなんか食べながら、あそこの資料がどこだってこういろいろ説明したんです。めちゃくちゃいい話じゃないですか。まあ、はい、うん、まあ、よかったなとかっていうような。娘さんおいくつですか？あ、もうあんまりちょっとその年齢言うといろいろこうまたそれであれするから、ただまあ、あのまあもうまあある程度のもう年齢になってるんで、はい、そんなに、いやだからこれ、うん、あのシーンをやっぱりそう、でも本当ご家族も OK を出したんです、はいはい、これは僕もね、でもあのラストの監督の内山ですのラインで、はいはい、やっぱり迫力がなんか別格です、別格になった気がします。よかったです。でそれ僕パッと思ったのが、はい、これパンケーキの時もこの話、うん、お話ちょっとなったと思うんですけども、うん、パンケーキにやっぱりそのバトンを渡した作品として、うん、やっぱあの川村さんプロデュース、あの森達也監督のスターダスト作品、はいはいはい、愛新聞記者ドキュメントっていう、はいはい、あの1本がやっぱ強いと思うんですよね、はい、うん、あれも最後にあの森達也監督がご自身の視点で語られるっていうところがあって、はいはい、つまり愛、うん、私の視点っていうところにこうぐっといきなり戻すんですよね、うん、ちょっとそれを彷彿させました。なるほど、うん、だからその最後にやっぱりその私っていうところを出すところで、うん、もう切迫感が全然変わるなと思ったんです、うんうんうん、あの他人事じゃないんだっていう、そうなんです、うん、そこなんですよ、あの、うん、どうしてもそこにするためにまあいろんな意味でご法度っていうか、なんかこう演出としては大枠で考えてみると、ちょっとあるダサさを自分でも感じてるんですよ。なんかこんなんじゃなくてもっとこんなんでいいのかっていう、うん、なんかこうもうちょっとこう自然と伝える方法もあるんじゃないかとか、いろいろこうずっとまあ苦労してきて、でもこんな、うん、こんな終わり方、しかも編集室のところであんなやる感じがなんかダセえなって思う人もきっといるだろうなとか、そんなことをそんなことをわーっとこう考えてたけど、ただまあ本当にただ今おっしゃったみたいに自分ごとにどうなんとかしてほしいんだっていうことなんですよね。うん、この話は全部向こう側のことじゃないんだと、壁の向こうっていうかそのモニターの向こう側の話とかなんか聞いてきたなって話じゃなくて、いやいや全部これあなたたちのことだからっていうのになんとかなんないかなっていうのが一番 あの狙いだったんで、しかも、はい、やっぱ娘さんのことを、はい、あのおっしゃられたところで、はいはい、もう完全に、うん、
お父さんが喋ってるって感じになるんですよね、はいはいはい、あれこれめちゃくちゃ大きいなと思いました、うんうん、でもそれででもテレビドキュメンタリーだとなかなかできない。そうでしょうね、できないです、はいはい、できないな、はい、いやだからそこがやっぱり映画の自由さだと思うし、うん、これも結局何て言うんですかね、うん、テレビでやってきてる人間のからするとこんなの多分 局の人間が見てね、また関係ない人間の局の人間が見て、うん、いやこんなちょっと私物化されてもね、私物化ねみたいなことをされるようなそんな表現ないんじゃないかなっていうようなことを言われるんだろうなとかっていうことももちろんね長くやってるのか知ってるんで、だから、まあ、多分そういう発想に至らないんですよね、ああいう形で終わる感じはね、まあ、テレビどうしようという報道寄りにやっちゃうので、はい、なるほどね、中立性みたいなイメージ、ね、はい、映画じゃないですね、はい、そうなんですね、はいはい、だからそういう意味で言うとまあ、それは前回パンケーキをやったせいもあってもっとここは自由なんだ、しかもずっとこの川村さんが言い続けたのは映画こそ自由なんだって、自由であるべきだって言い続けた言葉がもう僕らずっと体に染みついてるんで、とにかくまあ、この今回もそうですけど映画でしかできないことっていうか、まあ、本当はテレビでできたことなんだけど今テレビでできないから僕がやってるっていうのはずっと変わらないので、だからそういう意味で言うと今回の終わりこの終わり方に関しても実は映画でしか発想しできなかったよなとは僕はすごく思います。なるほどなるほど、うん、でもおっしゃったようにテレビマンユニオン作品って初期はその私物化と言いましたけど、それっていわば作家性でもあるわけで、それはすごく強いものが多かったですね、うん、昔はそうですね、そう、はい、ところがなかなか難しくなってきた現状がある。でも映画だったらまあそれができたっていうのは、うん、でやっぱり止める人間は誰もいないんですよ、こういうことあの運よくっていうか、運よく、はい、うん、いやすごくいいお話ですね、うん、実際じゃあ公開されてから、はい、そのラストへのそのなんだろう皆さんの反応っていうのは興味深いものがありましたか？これはやっぱりすごく自分のことになるっていうのは、この、うん、まさかこういう政治の映画で泣くと思わなかったっていうの方が結構いて、うん、なんか最後もうずっと涙が止まりませんでしたってと、うん、あとやっぱり結構劇場行くと拍手が湧くんですよ、うん、まあ、それはいろんな意味で の拍手をいただいてるんだと思うんだけど、うん、やっぱりあの最後がなかったとしたらここまでなったのかっていうのは、うん、要するに自分ごとのようにならないかっていうのに気にするんで、うん、拍手をいただくこともないんじゃないかなっていうのが結構まあ言っていただける方が多いですよね。ただやっぱりこんな終わり方で急に冷めたわっていう人ももちろんいるし、まあそれはしょうがないですよね、はいはいはい、なんだろうこの終わり方っていう方はもちろんいますよね、はいはい、でもこれはジョさんとも話、さっきちょっとジョさんも言ったけど、はいはい、日本このままじゃやばいって実際ガチな問題ですね。ガチな問題です、うん、だからあえてこの作品も特に内山監督見終わった後も森さんにメールを送りましたけど、なんかやはりこのラストをくっついていることも監督にかなり覚悟していろんな面でも映画を超えてるような感じで発信したいという気持ちが本当にすごくて、もうなんか内山監督が出てきて喋ったっていうぐらいのイメージ、スクリーンから出てきたようなイメージです。でしかもね、だからこの安倍政権問題、安倍晋三問題だけじゃなくて、例えば経済問題、それに大きく連動している少子化問題イコール人口減少とかだけでも、もうさっきもその岸田政権そのまあどんどん緊縮経済のこともちらっとおっしゃられましたけども、もうめちゃくちゃだから僕も不安ですね、インボイスとかもどうかされるし、はい、もう皆さんね、業界的にはみんなそうですよね。ですよね、はい、だからね、投資家のジム・ロジャース氏がそれこそ言ってますもんね、はい、私が日本に住む10歳の子供だったら一刻も早く日本を飛び出すことを考えるだろう、はい、で中国や韓国に移住した方がよほど豊かに生活できるんだから、でこれから起きる日本の破綻は日本人が自分で決めたことにほかならないっていう言い方されていて、はい、なんかちょっともしかしたら海外から見たら今の日本ってちょっとまるで集団自殺に向かってるように見えるのかもしれないということを思います、はい、ね、ジョーさんどうよ本当にそうなんで なんかこの止まっている感が半端ないです。止まってる感だよな、はいはい、止まらせてる感、全般的にもう政治どころかもう経済とか考え方も含めて、そうです、ね、結構全部遅れてるんですね、なんか失礼な言い方なんですけど、いやいやと思いますね。なんかやっぱり世界にやっぱりねデジタル時代にちゃんと入ってれなきれなかったのは一番大きな問題かなと思います。そう、僕今回、うん、その妖怪の孫そこの問題もちゃんと切り込んでますよね、うん、その自民党が、はい、でもちょっとその他の野党より飛び出たところで、はいはいはい、SNS の戦略を
唯一、まあ、ある意味ちゃんとやっていたっていう。そうですね、うん、他はやってなかった感じなんですね。全くやってないってことないし、逆に共産党、共産党で一応それなりにこう頑張ってた時代もあったんですけど、ただ今やっぱりちょっとそれが止まってますっておっしゃってて、でただやっぱり自民党のあの徹底した、でしかもあれ年寄りばっかり多い党のくせに、若い人があの優秀な人たちもちゃんといるせいか、その人たちが完全に指導して SNS 対策とかをFacebook から何から何まで全部やってるんで、でしかもまあもうあっという間にあのインスタもやりだしたしとか、なんかもう官邸が中心になってやったりとか、これはちょっとね、あの他の党が本気で若い人を取りに行くんだっていうのがね、やっぱり本当足りてない気がしますよね。そうだからそのね、もうすぐそれこそ第20回統一地方選挙もあるわけですけど、もう野党が弱すぎる問題がもう本当に弱すぎて、だから選挙に行く前から無力感に襲われるところが、まあそれパンケーキでもあの石破さんだったかな、自民党勝っちゃうんだよねみたいなことをおっしゃってましたけど、それはもう相変わらず続いてますよね。僕ね、あのそこもある程度野党がダメだっていう印象操作は僕はどっか受けてる感じがしてて、なるほどね、はい、もうちょっとそのもうそのもう空気にずっと包まれちゃってる感じがして、包まれちゃってますね、確かに、はい、だからその野党の声がダメだから聞く気も人は持たないっていうふうになっちゃってて、いや本当はそんなことないのにっていうところも僕は思ってて、あとマスコミの扱い方も一体そういうことになっちゃってるんで、はいはいはい、だから僕はその本当にあの野党がダメだっていう理屈はあの突き詰めると、やっぱりそれはかなり影響されて印象操作されてるんじゃないかっていう、なるほどなるほど、僕は今はそこは思ってるんですけどね、だからそのあのそれを裏返して言いますと、はい、その安倍さんの地元であるあの山口県下関市を、その東京ではなくて山口県下関市を日本社会の縮図として見るような視座ありますよね。あれすごく面白いなと思いました。あ、そうですね、良かったです。あのだから人口も減少してるし、いやもうね、全国で、いや3番目とか4番目毎年ずっと3番目か4番目減少してる町なんですよ。これはすごい、だからでかい都市だから、そうなんですよ、はい、で結局産業がどんどんなくなっちゃって、で、でみんな外に出ていっちゃってる、で小学校が結構名門小学校が町の真ん中からどんどんなくなっちゃって、だからあの小学校がなくなるからいなくなるのか、あるいはいないから小学校なくなっちゃうのが同時に起きてるんで、で本当シャッターも増えてるし、でもかといってじゃあ下関行ってみると、海沿いにすごくやたらと大きなあの水族館ができてたり、遊園地があって、しかもあの魚市場のものすごい派手なやつがあって、すっごい混むんですよ、そこは。すごい混んでるんですよ。ただこれがね、土日だけなんですよ、驚くほど。だから週末の街って言われて、週末観光って言われてて、で結局そのなんか市が上げてドカーンとそこの海沿いのっていうか、あのちょうど海峡沿いのところにバーン作ってるんですけど、そこだけ派手にやってますけど、全く平日はね、バターっと人がいなくなっちゃうんで、ガラガラになるんですよ。しかも土日だけど泊まらないんですって、みんなそこに宿泊しないから、宿泊も全然言うほど落ちない、まあ、多分北九州から日帰りできるので。そうなんですよね、はい、近いです。行ったことあるし、うん、どこでも行ってんね、うん、私も本当に北九州から日帰りしたでしたよね。ね、でもね、これ本当に視察的な視点で、要はそのインバウンドだとか、その海外から今日本にまた戻ってるじゃないですか。戻りましたね。お買い物には来てくれる観光と、だけど土日だけ賑わうっていう構図ですよね、全く似たような構図ですよね。そうだから、その将来のその日本っていう全体のコミュニティの形が、下関市のようになっていくんだっていうような視座は、僕はかなり腑に落ちすぎて怖いっていうところがあります。でしかもあれ、いわゆる外資とは違うけど、要するにあの県、あの地域外から関係ない業者がバッと入ってきて、でその業者だけが儲かるっていう仕組みになってるのも、いわゆる日本が外資にバンバンやられるのと同じですよね、構図になってたりとか、ね、そこも全く似たような構図も起きてるし、でしかもその何て言うんですかね、まあ、人がいないのはあるけど、とにかくその観光みたいなことで潤ってるように見えるけど、基本的なもっとこう多くの人たちがあのお金を生み出すような産業を、もともとは水産で儲かった町だったんで、はい、要はあのクジラとかそういうのが全部あって、ね、そのワルハがあったりとかしたんで、はい、そういった大きな基幹産業をちゃんとこう向き合っていかないといけないはずなのに、やっぱ日本が今そうやって観光観光って言って、そこばっかりお金を入れてるあたりも
まさにって感じなんですよね。本当そうですよね。これはそもそも海外でも下関は全然観光として認識されてないので。ですよね。うん、あ、そう。そうです。うん、じゃあそこからもうちょっともう厳しい感じになってるんですね。はい、でも言ったら下関市って名前は有名だし、はいはい、要するにそこの歴史もあるから、うん、その集団的な成功体験があるわけですよね、うん、多分、うんね、はい、だから日本に似てるんだ、うん、似てるっていうか縮図、うん、はいはい、あ、そうか、そういうことかっていうのはすごく思いました。しかもずっと自民党だけはずっとこう根強くいて、はい、でその自民党のまあ市長もそうだし、今も市長、今回の今の市長も安倍さんの系列の秘書だった方がずっと市長なので、そうです、そうだな、はい、うん、だからやっぱそのそのお友達ばっかりがこう儲かるだけっていうようなことになってるっていうようなことらしいんですよね。でもで僕が今回その妖怪の孫で勉強になったのは、はい、その安倍一族の流れとして、はい、その安倍官っていう系譜もあるっていうことなんですよね。これは僕、はい、あの正直不勉強ながら知らなかったです、はいはいはい、あの安倍晋三さんのおじいさんですよね、うんうん、でその安倍官はその山口県地元ではもうすごく反骨の清廉潔白の人格者として知られていて、地元のヒーローっていう一定政治家だったんですね。これがね、あのだから当時地元ではもういわゆる本当の大政翼賛会から出ないという、そこから抗って自分たちで出るということだから、もう当時としては考えられない時代ですね。でだからギリギリで当選して、はい、で国会議員となって活躍して、うんうん、で結構まあちょ体が弱かった強まって、まあ、その東京都に起業しながらしながら、あの地元にどうやって活躍できるかっていうのをずっと練って、まあ、ずっと反戦をずっと訴えてきてるんですし、そうこれは僕知らなくて、はい、だからその安倍寛さんの長男である安倍晋太郎さんが岸信介さん、うんはい、昭和の妖怪と呼ばれた岸元総理の娘さんとご結婚されて、 そうですね、はい、その次男が安倍晋三さんです。そうです、はい、つまり安倍晋三さんというのは2つのコンテクストが実は、そうですね、そうです、安倍官コンテクストと岸信介コンテクストがあるんだけど、岸信介コンテクストを受け継ぐ政治家になったっていう、こっち側しか受け継がなかったってことなんですよね。でこれはすごく自分の中で整理ができて、だからそのさらにその憲法の問題でいうと、その岸信介の考えは明治憲法復活論であるっていうことが出てましたよね。でその岸的な明治憲法復活論と、うん、その安倍的な戦後レジームからの脱却が合致しちゃうってことなんですよね。これすごくもう明快な整理の仕方で、うんうん、だからもう単なるバックラッシュじゃなくて、うん、ものすごくやっぱりねじれていて、うん、そこにその日本会議や統一教会の問題も、うんまあ、絡んでくるという構図が見えます。この映画を見ると見えます、うん、すごくあのちゃんと整理されていて勉強になりました。まあ一応だからそれがあの、はい、まあ、この今回政治ミステリー劇場っていうミステリー劇場ですね、シリーズ要は謎がいろんなもの解けますよというようなことをこう、はい、あのいろんな符号が例えば LGBT 問題、あそうかここの人たちと絡んでると LGBT がつながってまいかないんだとか、ね、いろんなものが符号がこうつながってくるようにはこうなってるなとは。それはさっきでもおっしゃったように、うんはい、あの内山監督もこう撮っていく中で、はい、あの知っていったことも多かった。いやそうなんですよ。だから逆に、うん、ああここでまたつながるのかっていうこととか、うん、最後に本当にその、小林誠先生が、はい、これ明治憲法なんだよって話をもうあれほとんど後半に撮った取材だったんで、あそうなんですね。それでうわなるほどここでまた岸さんのこれがバンバンつながるのか、うん、なるほど明治憲法でしかもそうかあの長州だしなとかいろんなことがつながってってそうですね、うん、そう、うん、でもすごくそこはさすが分かりやすかったですし、はい、すごく問題が整理できました、うんうんうん、あとやっぱりその憲法の根本を確認するというラインがありましたよね、はいはいはい、あのそこがでも本当にそもそも憲法とはみたいな、そうなんですよ。いやでというかあのああいう憲法だってご存知でしたか。分かんないですけど俺ね、うん、結構いろんな人聞くんですよ、はい、ちゃんとした人たちにも含めて、うんうん、意外とみんな知らなかったってなって、ね、あでもあのガチッと意識してたかっていうと違うかもしれない。確かにあのもっとふわっと受け止めてたかもしれないです、もしかしたら、うんうんうん、いや憲法がとにかく法律の中で一番上にいますよってみんな習ってるんですよ。そこは誰も疑ってないんですよ、はいはい、ところがあれが我々を縛ってるもんじゃないんですよっていうことはほとんどの人が分かってないんですよね。あれだからどこでそうなったんでしょうね。僕ね教育がちょっと失敗してるんだと思うんですよね、うん、あそこはね、はい、だからそこはだからそれもだいぶ後からこの小林先生と話してて、何ですかねこれでも教育だろうかなこれはって言って教え方が多分あの入り口が間違えちゃってたって言って、やたらと僕らなんか全文とかどういうことを覚えさせられたりするじゃないですか。あなるほどな、はい、だからそこじゃねえだろっていう話をなんであのこの本質的な話をまず最初しないのかなっていうのは今何思いますね。
多分その法律の上っていうイメージですかね、はい、より統治するものっていうようなイメージになっちゃってる、そうなっちゃってるんで聖書みたいな下手すぎ、そうかも、はい、ニュアンスはそうだと思います、確かに、だからちょっと原理主義的なああいう受け止められ方してるのかもしれないですね、イメージで多分ね学校の先生も実はあんまり理解してないまま教えてないかって気がする、ああいう本質的なところは、だからそのこれはでもここもこの映画を見ればすごく整理できるので、はいはい、つまり憲法っていうのはそのある種監視するものである、はい、だからメディアっていうものとちょっとパラレルな関係にあるっていうことが分かりますよね、放送法が今回実はそうなんですよ、本質的には、うん、そうなんですよ ね、 そうですね、はい、そうところが憲法の根本も誤解されているし、うんうん、メディアも機能不全に陥っているということが整理されている、はい、でしかもその憲法を、まあ、本編見るとあの何度も出てますけど、この憲法の意味合いが自民党の方々がだいぶこう歪めたいのか歪んで理解してるのか、うん、あるいは全く理解してないのか分からないけど、うんうん、なんで俺たちが法律守んなきゃいけないんだっけ、俺たちが縛らなきゃいけないんだっけっていうこの自民党の方々の議員たちの思想がやっぱりずっとこう根強く働いてたなって気がしますよね、そういうことですよね、うんうん、だから結局その教育っていうところもそことつながってるから、そういう教育になっちゃうっていう、はいはい、まあ、すごくその、うん、古い図式ですよね、うん、古い図式がもう延々あるっていう、うん、メディアの問題も、はい、そのパンケーキにもその権力を監視するのはっていうチャプターがあって、はい、そこからそのメディアの問題に移るラインがあったと思いますけども、はい、そこでもまあ言ったらメディアの大本営化をあの問題とするあの流れがあったと思います、うん、でそこでまああの日本共産党の機関誌あるあの赤旗と新聞赤旗を取材対象という、それはパンケーキの時ですね、パンケーキの時にありましたが、はいはいはい、今回はそのあのそれで言うと自民党がさっきちょっと、うん、言ったデジタルネットワーク戦略を、はいはい、まあ、あの他の党よりは普通にガチッと最初から徹底してやっていたっていうところの取材になりましたよね、うん、あいわばそうですね、あの実はその元々はあのやりたかったけどちょっともう最終的に尺の問題で落ちてしまったんですけど、やっぱ安倍政権が一番最初その2012年になって12月に何やったかっていうと、記者会見を普通はみんな共通にあの会見をやるんですね、まあ、その会見あるんだけど単独会見って単独の1個だけの会社だけ、新聞だけを選んで要するに独占インタビューをずっといくつかあの選定して、要するに総理側が選定してやるってことをやり始めちゃったんですよ、うんうん、でこれってすごく異例なことらしいんですよ、今まで総理やってないの、うんうんうん、でまず最初に読売新聞行きましょう、次産経新聞行きましょうっていうふうにやることで結局 それに選ばれるところと選ばれないところが出ちゃって、なるほど、で例えば産経新聞はトータル33回ぐらい単独の、インタビューやらせてもらってて、うん、朝日新聞は3回だけとかになるんですよ、うんうん、でそうなってくると結局選ばれてほしいがためにもうある程度すり寄らなきゃいけなくなる構図ができちゃう、うんうん、で要するにあのそこでしか語らない、まあ、安倍さんなら安倍さんの言葉があるから、うん、それはそれで、ね、金閣玉城のことありがたがっちゃう新聞社もいますから、うんうんうん、というような構図を最初にその構図を作っちゃったんですよね、うん、なってすぐに2012年2回目になった時に、うん、っていうことがまずああもうメディアがそこで操作されちゃうんだっていうことがあって、その後どんどん召会が続くんですけどね、うんうんうん、っていうことが、まあ、あるので、その召会続く前にまずそういったことで、うん、トップの人たちを手なずける前にまずその自分たちの単独、自分だけの単独会見をさせ、単独インタビューさせますよっていうこのルールを作っちゃったことがすごい、まず、まあ、巧みというかずるいというか、うん、まあ、それに乗っかる方も乗っかる方だってのもあるんですけどね、それはまずはだから大手つまりマスメディアの部分ですよね、映画の中でもあの元ニューヨークタイムズ東京支局長 の、 あのマーティン・ファクラーさんが、はい、登場されて非常に重要なご指摘を、召会について大手メディアの幹部が総理と会食に行くなんてアメリカのメディアではありえないと、はいはい、うん、そこでなぜ簡単につながるんだっていうところが、うん、まずだからそのマスメディアをジャックするっていう構図がそこである、はい、でさらにその SNS やデジタルネットワークをそこにこうくっつけてきたということですよね、はいはい、逆に言うとその野党のそこ あの動きが遅れたり止まっちゃったりしたのって何か原因があるんですかね。いやというよりは、うん、むしろその、まずちょうどあのインターネット選挙を解禁したのが12年か13年で、もともとあれもっと前からインターネット解禁しようって言ってて、解禁をちょっとこれ不確かかな、あの一旦拒んでたのが自民党かなんかだったんです、民主党時代かなんかに、ところが自分たちが準備できた体制で急に解禁しましょうっていうことで解禁になっていくんですけど、その
そういったメディアを使いこなせるぞっていうノウハウをとにかく自分たちで、まあ、特にその3年間冷や飯を食わされてた時代に、うんうん、とにかく何ができるかっていうのをずっと考えて、そればっか考えてたチームがちゃんといますから、うんうん、でそれでまあサポーターズクラブ作ったり、うん、それからその、番組配信も始めたりとかって、自分たちでもうメディアがやればいいんだってことに気づきつつあるから、まず、ハンドリングする意味でマスメディアに関してギュッとできるし、自分たちが配信とかも発信できるっていう仕組みと、あとみんなで共有し合う情報性のこうセンターから発信できるネットワークも全部作っちゃったんで、そこはもう野党の前に、野党がこう準備する前にもうあっという間にその冷や飯飲んで食って3年間の間にものすごい準備してたんですよね、うん、そこはだから僕結構この映画を見ても一応モヤモヤするところで、うんはいはい、やっぱりもっと野党戦えない部分じゃないのかなって、今はかなり活発なになってますけど、はいはい、やっぱり出遅れた感が、うん、そうですね、ちょうどあの時期は SNS スタートの時期ですね、うんはいはいはい、だからそのスマホの時代に入ってる時期ですね、うん、例えばその、まあ、あの海外アメリカの政治系のドキュメンタリーとか見ても、うん、どんどんその SNS 戦になっていく、はいはいはい、ロビー活動から SNS 戦に移ってきてるあの流れ、はいはい、もっと食いついたらなんとかなったっていう、トレンドを作ればいいですよね、うんうん、っていう、これはだから危ういところもあるけども、アカデミー賞も同じことやってますよね、危ういところもあるんだけども、はい、そういうなんか戦略の部分のちょっとなんか楽天のんきな部分っていうのが結構僕逆に気になっちゃいましたね、でもやっぱりそのこれはある自民党議員から聞いた話なんですけど、うん、まず野党に落ちた時の自民党って、うん、今までは当然のように記者たちがもう、うん、黙ってでも勝手にはいやってきて、はい、もうとにかく聞かせてくれ聞かせてくれって言って、もうずっともう張り付いて、もう邪魔だよ、もうでもちょっとピッと喋るとワッと記事にしてくれて、うん、とにかく簡単な発信がファーッと広がる仕組みがもうずっと、まあ、当たり前に起きてる。なるほど。でそのものすごい安穏としてた時に、うん、野党にコンと転がった時に、うん、全く記者が全く来なくなったの、はい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 、でこのあれどうしたらいいんだ、で俺たちが発信しようとしても、うん、全く誰も聞いてくれないと、うん、野党は、うん、野党である自民党って、うん、だからもうあれこれは本当にやばいことになった、なるほどな、っていうある飢餓感がもうその今までもういわゆる お大事のように豊かだったものから全く、まあ、に大富豪から大貧民みたいなことになったものをものすごく感じたんですよ、うん、一番の落差を、うん、でこれはっていう人たちがもう一気にこう本気で取んなきゃいけないっていう、うん、ものすごいエネルギーになってるんですよね。なるほど。だからそれがまあさっきも同じになっちゃうかもしれないけど、とにかくこの落ち方がそのメディアに対するものすごい飢餓感になり、なるほど、でとにかくメディア戦略というものをとにかく自分たちが出すこと、そして自分たちがちゃんとこうギュッと抑制すること、うん、にいわゆるメディアを縛り込むことも含めて、うん、で自分たちが発信できちゃえばもうこいつら別に対して、うん、やらなくてもいいから、でお前ら組んだって来てもいいけど、もう別にこっちは出さないよ、うん、っていうぐらいの態度に平気に出るようになっていったっていうこと、うん、で同時に、まあ、放送法みたいなもので裏からギュ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 法律を盾に抑え込むこともするっていうのが、うん、はい、もういろんなもう多方面的に多方面やってるって感じが、すげえなっていうところですよね。やっぱりだからその3年間のこのバネがこうグッといったおかげで、やっぱりそこもっていうのがものすごい大きいんだと思いますね。今のじゃあ日本的メディア、日本のマスメディア、どう見ておられますか。うん、まあ、ちょっとまだその僕らもテレビマユニオンという一応制作会社なので前もこういう話はなると、あんまりテレビのことを言うとまたいろいろこうあるかもしれないですけど、うん、いや結局マーティン・バクラさんが言ってたように、うん、テレビの人間もその新聞記者の人たちもやっぱりね、エリートなんですよ、全てが。なるほど。要するにまあ育ちが良くて、うん、でしかもまあある程度収入もみんな良くて、うん、で生活もまあまあちゃんと普通の人より良くて、うん、でその生活の方を大事にしたいわけですよ。なるほど、うん、でそこに危険というかリスクを冒してまで何かを伝えなきゃいけないんだっていうすごい思いでやってる人たちは、うん、まあほぼ1割ぐらいしかいなかった1割だと思うんですよきっとね、うん、っていうようなこともあるの で、うん、でそういう人たちが結局問題のないようにしていく、あるいは社会がどうなっていくということを考えずに、まあ、とにかくその仕事の業務に正しい方向性と言われるものにずっと押し流されているようなことだけない気がしてて、何かこう本来、ジャーナリズムとは何かっていうことを考えてその思いでやってきた人たちっていうのもだいぶ飼い慣らされたのか、あるいはもうそこら辺が麻痺してるのか、もうあるいは上からの構造でずっとこの枠組みの中でやっていくっていうことからもう逃れられないってだけの
ような気がしますけどね。かつてはそうじゃなかった。そうじゃない人たちがやっぱり、まあ、戦後からその戦うことは、それは野党も含めてですけど、うん、みんながこうガシガシといろんなことをぶつけ合ったり、うん、いくらこう強みに来られてもバンとこう張り返すだけのある迫力がある人たちがちゃんと、いわゆるそんなにこうなんですかエリートっていうか、そんな喧嘩もしないような子たちじゃなく、やっぱりもうちょっとこう心意気のある人たち、あるいはもう喧嘩もするような人たちがちゃんといたんだと思うんですよね、いろんなところに。そういう人たちじゃなく、やっぱりある種こう育ちのいい人たちがこうふわっと集まっているのが今のマスコミなんじゃないかなっていう気がしますよね。政治家もあるし、そう政治家のですね、いわゆる2世3世の人たちもそうですよね。まあ、企業も近い部分がありますよね。そうですよね。いわゆる今のままじゃいいんじゃないですか。別に挑戦したら、もしかしたら何があったら、うん、だからどんどん展開が遅くなっていますね。でもそう、それは本当そうかもしれないですね。創業者みたいな人たちは結構ガシガシやった人たち、そうそう、挑戦していくっていう感じです。そうそうそう、もうあと守るです。下から育っていった、いわゆる会社の社員として上がってきた人は、その意識よりはもうかなり現状維持みたいなことだけが、世襲マインドみたいなことが、マインド的にはずっとその世襲かどうかという仕組みじゃなく、マインドとしてはそこはなっちゃってるんじゃないかなっていう気がして、でもそれで良くないじゃんっていうことにみんなも気づいてるんだけど、なんかこう仕方ないんだよねぐらいのことにしか言ってないあたりが、いやこの映画にもすごく試写には来てくれるんですよ、局の人たちも。で見てくれて、いややっぱここまで踏み込んだらいいのよねとか言いながら、じゃあお前らのところでやってみてくれよっていうことをこう心の中で思いながら、あそうですか、でもねやらないですよねなかなかねっていう、まあ、ちょっと嫌味ってもなハハハッって終わるだけになっちゃう、ね、そこの一線がもう気持ちとしてはあるのに、はい、やっぱり行動っていうところでこう乗っていかない、そうです、ね、ある一線がある、はい、もうそれで言いますと、はい、もうちょっと余談かもしれないですけど、はい、でも実は関係あると思います。イギリス BBC のプレデターっていうところにご覧になりました？僕まだちょっとしか見えてないんで、はい、ジャニー北川さん の、はい、イギリス、まあ、ハーベイ・ワインスタイン問題のようなものなんですけども、うんうん、結構本当えぐい内容で、はい、衝撃作だと思います、はいはい、ただテレビのニュースではまあ全然やってないらしい、うん、らしいというのは僕はまあ地上波もね前ほど本当見なくなっちゃったとかあるの でやっぱりそれはまあそのパンケーキも出たけど週刊文春と、うん、あとまあ他フライデーとかいくつかだけが取り上げている、うんうん、でもう言ったらみんな知ってるじゃないですか、うん、こういうドキュメンタリーがイギリスの BBC でやっていて、はい、話題になってるし大きな問題になってると、はい、だけどなかったように触れてないっていうのは、うん、ちょっと今回妖怪の孫の扱いと似てるというか、はいはいはい、そうですね、はい、いわゆるタブーなことになってくるってことですよね、はい、うん、本当触れたら危ないかもみたいな。そう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 、でもみんな知ってるんですよ。そうなんですよ、そこが一番危ないところですね。そうそうそう、分かってるのに動かないっていう、うん、これってどうなんでしょう。でも分かっ、うん、知ってるじゃないですかもうみんな、うん、海外ではものすごくやっぱりまあ、炎上っていうか話題になってますね、放送された後はやはり、はい、うんうん、そうなんですよね。だからこのなんかこうダブルスタンダードっていうか、そのこと全く言わなくて済んでる我々とかマスコミも含めて、どういう構造なんでしょうね、この仕組みもね。不思議ですね。不思議でしょうがないですよね、うん、これ、うん、でもダブルスタンダードです ね、確かにその知ってるよでも言わないよっていうのが2つ奇妙に成立してる、同居しちゃってるんですよね、うん、本当に。それはでもあれですか、そのテレビマンとしてはどこかそういう態度になるっていうことは肌で分かるようなところはあるところはありますか。いやでもどうなんでしょう、逆にもう、うん、なんでですかねっていうことをもう、うん、言わないぐらい、もうある程度みんなでこう腑に落ちちゃってるとこありません？うん、なんかもうテレビはどうせやらないでしょっていうような。あ、でもね、それは僕も正直ね、うん、あるんですよね。うん、ジョさんとかないと思うんだけど、うんうん、僕もドキュメンタリー見た時、うん、いやこれやんないなみたいなこと思っちゃうんですよ、やっぱり。うん、なんか自分の中にそのコードがもう刷り込まれてて。ありますよね、そうそうそう。だから、それこそでもこの妖怪のマグロの中でアニメ化されている妖怪が自分の中に住んでるっていうようなイメージ。でしたよ、うんね、うん、いろんな妖怪のキャラクターででもそういうことですね、はい、そうですね。いやだから自分たちの中に勝手にもう生まれてるじゃんかっていうことだと思うんですよね、まあ、このいわゆるなんとなくタブーにしてしまう感じっていうのはもっと前からあったような気がしますね。だってもともとジャニーさんのやつなんかもっと前からですもんね、90年ぐらいの話がありますもんね、はい、
もっとあのなんかそれこそ森達也さんがやられた放送禁止化とか、なんかその自粛問題だとか、全てなんか共通するメンタリティはありますよね。あるんだけども、それがここに来てそのいわゆるグローバルスタンダード的なものと極端に釣り合わなくなってきてるっていう、ずれ出してきたっていうのがありましたね。めちゃめちゃありますよね。多分放送禁止化みたいなものはなんとなく飲酒のようなように、なんか理由がよくわからないけど言っちゃいけないってものと、逆にこのジャニーさんの問題はいわゆるジャニーズというものが、うん、やっぱりテレビ界にはびこってるって言い方おかしいので、テレビ界がものすごくこう、うん、まあ、大きくお互い利用し合ってる感じの関係性があるがゆえにそれを扱えないという、まあ、その原因とあれははっきり分かってるんですか。してます、うん、で安倍さんもこれもどっちかというとはっきりしてます、はっきりしてる、うん、でそういう人たちがいるっていうのと、やっぱりその、財界政界がとにかくもうある程度がっちり味方についてるということもあるので、逆にはっきりしてるっていう意味で言うと、はっきりしてることですらみんな言わないんだなっていうこと、うん、ただでもだからこそ映画で唯一これが守られていることで、映画界すらもこういうことを、まあ、ある種ちょっとやりたがらない人たちもまだ増えてきているのね最近。あ、そうですか。だからそういったことも含めてちょっと、うん、あの決していい方向にまだ向かってないということだと思うんですよね。うん、メジャー映画は特にその辺の、まあ、さっきちょっと森さんも話したように、はいはい、あの、うん、韓国とかアメリカですと、うん、いわゆるそういう政治のフィクションをたくさん作るのに対して、うん、日本はなかなかやっぱり少ないですね。そうだね、はいはい、うん、それこそ新聞記者が出てきた時に、はい、あれ一本でやっぱりわーってなったっていうのは、だから川村さんがどんだけやってたかっていうことなんだけど、でもそうだよな、うん、そこはでも本当でもそのちょっとその現実の展開で言いますと、それでもその統一教会問題がこう明るみに出てから、うん、まあ、あの例えば本当いろんな動きはありますよね。そうですね、現実も、はい、うん、これはなんかいい方にある程度向かっているのか、それとも単にあの表面上がやや綺麗に整えてられてるだけなのか、判断はつきがたいんですけど、どうでしょうね。僕は、うん、ある種それある期待と可能性をすごく、うん、感じてて、はい、あの、まあ、今回例えば官僚の方が出ていただいたこともそうなんですけど、はい、で同じくそれはこの間 その放送法 あのリークして要するに、小西議員にあの文書を託した、はい、官僚の方もいるわけですよね、うんうん、っていうようなことが少しずつ誇りのようなものがもうじわ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 出始めてる感じがしてて、僕はあの、うん、そう、あの官僚の方々の匿名、はい、インタビュー、はい、すごく印象に残りました、はいはいはい、でも怖かったです、うん、あのダブルスタンダードの姿が、うん、あそこにまさに映っていたから、うん、分かってるわけですよね、うん、彼らは、うん、でもいや無理なんですよねみたいなノリが、うんうん、あの中で映る。だから、うん、その身元を明かさなければ、うん、あれはあそこまで喋っていただいたということですよね。そうです。まあだからそれも彼らとしては、まあ、パンケーキを見ていただけたんで、うん、あ、じゃあっていうある程度信用してくれてたんですよね、うん、きっと。で、まあ、小川さんから、まあ、いろんなつてを探りながらやってくれたんですけど、うん、結局普通やっぱりあの出ないというか、ただ不思議なのは結局マスコミの人たちはあれほど官僚の人たちとつながってるはずなのに、あんな話すらなんか聞けてこないし引っ張ってこれねえのかよっていうような感じで、僕としてはこう例えば赤木さんが亡くなった時にリアルな本当に官僚たちはこんなこと考えてるよっていうのが全く出てこなかったなと思って、で僕初めてあの話を聞けた時に赤木さんに対して、あ、そうか、その院内と省内の中でもそうやって横で話ができないんだ、赤木さんがこうだねっていう話はできないとか、あるいはその何あの本当ああいった文章を自分たちだったらあのタイミングで何をどういう対処するかっていう話とか、ああいうリアルな話が全く世に出てこなかったことの方が不思議で仕方なくて、あのただやっぱ彼らなんで話してくれたかっていうと、やっぱりあの政運の志でやっぱり入ったんだと、この官庁っていうかいわゆるお役所に入って、で自分は少しでも日本の役に立つこと、日本が良くなることのためにやるんだって、まあ自分もあるエリート意識もあるし、ある誇りと自信を持ってこの業界に来たのに、この10年間の間で本当におかしくなってしまったって言って、もう多分内面で起きてることはもう全く逆のことをやらされてる気がしてるんです。そうですよね、はい、なんかそうだからダブルスタンダードになってもうほぼ乖離現象が起きてるんですよね、起きてるっていう感じ、はい、いやでもあのシーンは本当にあの重要なシーンだと思います、はい、うん、でしかもあの官僚の方々がやっぱりこの10年という言い方されるというところですよね、はいはい、もうその、あの監督がおっしゃったバウンドっていうのが、うん、まさにもろに あのあそこに出ている、はい、今回だからその
前パンケーキの時って、うん、その政治家の方々も結構出ていただきましたけど、今回はさす出てないですね。全く、いやもう断られましたね、全部。もうそれは本丸ですね。本丸のこともあるし、はい、いやあのね、実はあの安倍さんの話を聞かせてくれってことを、うん、参議院選までの時にはもう全部いろんな主だった各、うん、もういわゆる野党の人たちに、まあ、主だった人たちみんな話し合ってきてて、うん、でしかもちゃんと取材してたんですよ。あの取材してたっていうのはその選挙で活動している様子とかを撮って、うん、まあ、その人の紹介部分としてこんなことやって、うん、さあこの人はこんな話してくれますよっていうことをやるためのに取材をしてたんですよね、かっちり、うんうん、でところがこの亡くなったということが起きてから、うん、あのスケジュールを全く出してくれなくなっちゃいました、全員が。でしかも他の人言っても全部ダメですね。もう安倍さんの話はもうちょっとって言う方もしないです、逆にいやちょっとそれはあのスケジュールがねとかって言って、あ、まあ、あの変な言い方はあえてしないけど、うん、ただやっぱり安倍さんのことを語るのはちょっといろいろ、あのある秘書の方は、うん、あのいろいろと怖いというのは、何が、うん、あのどういうふうに使われるか分かんないっていうことと、要するにどういう聞こえ方をするか、あるいはこの映画自体のスタンスが、うん、やっぱりあのどうしても企画書だけで見てるだけだから、うん、ちょっと分からないし、そういうリスクを今犯したくないということをすごく単純に炎上案件として見られたんです、うん、そういうことでしょうね、うん、あのだからどっちに転ぶか分かんない。あと、まあ、あと女性議員なんかだとやっぱりあのちょっとほら事務所に何か石が当てられてガラスが入ったり割れたりとかっていう事件も結構起きてたりしてたんで、あのどういう、こう反発を受けるか分からないっていうようなこともあって、すごく躊躇されたんだなっていうのが分かりますね。特にやっぱ安倍さんっていうのはそういうちょっとそうでないそっち側の方々が結構いるってことですね、お仲間っていうかね、うんうん、だからそのパンケーキの時は逆によくこんな政治家の方々がうん、うん、与党も野党も出てくれたよなっていうことにも驚いたんですけども、うん、逆のパターンになりましたもん ね、 そ, うですね。それぐらいやっぱり主題設定が違うんだなっていうふうに、ね、っていう感じはしますし、多分ね、うん、まだパンケーキの時はまだね、映画になる意味とかがあんまよく分かんないまま出てきてくれる映画がどういう影響になるかとか、なるほどな、あんまりそんなにたくさん見るもんじゃないだろうとか、もう認識されちゃってるし、そうそうっていうことあのパンケーキの内山監督が来るぞみたいな、はい、だから、まあ、方向としては決してね安倍さんよいしょって映画にきっとなるわけじゃないのも分かるでしょうし、やる以上、うん、でパンケーキやるって言っても、まあ、菅さんの話を普通にすればいいんでしょうぐらいのつもりだったと思うんで、なるほど、うん、だからやっぱそこら辺はちょっとこう手触りもだいぶ変わってきたのと、やっぱりあの、まあ、皆さん政治家の方も、まあ、パンケーキの話はご存知なので見てか見ないか別としても、だそうするとやっぱりあのそう簡単には出るとどうなるかなっていうのは、まあ、ちょっと想像がついたのかもしれないですね。じゃあ取材対象ということでは、はい、今回そういうあのことにも直面されてどういうふうに選んでいこうと思われました？いやもうだから あといわゆる先ほどもちろんと言った外交のこともやっぱちょっとテレビに出てるような方々が断るで、うん、学者さんも結構断られる、あとジャーナリストもちょっとテレビに出てる方はみんな断るっていうこともあって、あもう結構いろんなちょっとテレビに近い人たちはみんなほぼダメでしたね、うん、多分受けたらテレビの仕事がなくなるかもしれない、わかりやすい。でも今まさにそのテレビに出ていた、まあ、某国際政治学者方だとかの問題だとかが結構明るみになってるから、なんかそれとものすごく重なって見える、はいお話ですね、うん、でもその中で出ていただいた方々いらっしゃるというのは素晴らしいですね、はい、あのね結構だから法律関係の方々はものすごく覚悟を持っている方が多いです、うん、あのいろんな意味で弁護士とかも、うん、あの取材させてもらって、あの、まあ、編集上おっしゃったことありますけど、はい、とか、だから法律にものすごいちゃんとこう、うん、やってる関係の人たちは結構協力的だし、あの、うん、意識のある方、うん、あと学者もね意外とその、うん、まあ、テレビに近い人はちょっと下げる人もいるけど、うん、学者はやっぱり自分の話をちゃんとすればいいっていうことが起きる方は別に何も気にせず出ようっていう人もいます。ちゃんと専門性が高い人であれば大丈夫ですね。だからもともとこの評論めいた話を聞きたいわけじゃないので、むしろ自分が取材されたとかっていうことをちゃんと話してくれっていうことなので、そういう意味で言うと野上さんとかは野上さんの話面白かったな、めちゃくちゃよくて、まあ、野上さんもやっぱりまあある程度こういうタイミングでちゃんと話をしておこうと、うん、まあ、なんか何度も通ってやらせてくれたんで、そうすごく良かったですね。そう、あの政治アナリストの野上忠夫さんの、はいはい、あの安倍一家並びに安倍晋三さんのパーソナルのことをすごく詳しく話されてるのは面白かったです。あれもでも映画でないと無理なのかな。そうですかね、どうなんでしょうね。だからテレビで多分部分部分使うことあったとして、部分部分って感じ、うんうん、だからほんのちょびっとだし、うん、ちょっと革新的なとこまでは全く多分描けないでしょうね、うんうん、そう、結構ラフな話出てくるのが面白くて、はいはいね、はい、あれってだからテレビのコートだと、うんうん、あのラフなままでは無理っていう気はちょっとしましたよね。そうですね、うん、でもすごい、面白かった、面白かった、すごく本当
攻めたなっていうことに感動しました。これね、ただね、うん、野上さんに関して言うと、まあ、ちょっとここだけの話ですけど、はい、実は、野上さん、まあ、いわゆる、まあ、サービス精神もあるから、うん、もっと結構いい話、いいっていうか、そのおーって話をしてくれたんですよ。でただやっぱり野上さんに関してちょっと関係者、要するにいわゆる本当にオフレコの記録ばっとたくさん見せたようにぐらい、結構オフレコの記録がしっかり残ってるんですね、うんうん、やっぱりあんまり表で出しちゃいけないってものはものすごくたくさんご存知なので、うん、で結構まあそれをこう面白くっていうか、自分の中でもこう伝えなかった思いもあるから伝えてくれたんですよ、うん、でその後絶対自分のブロックだけ編集見せろってことになってたんですよ、うん、で、まあ、一応出来上がる直前に編集見せたところ、うん、いやこれはちょっと使えない、ダメだなここはって結構こうだいぶご本人がここは勘弁してくれ、要するにそれを伝えちゃうと、うん、誰から俺が聞いたかってことは全部俺分かりになってしまって、この相手にもちょっと迷惑がかかるということもあって、そこはね、だからもう泣く泣く切ってくれってことを言われて、うん、もうそれは分かりました、仕方ないですねっていう、うん、まあ、向こうのことも、あとまあ信頼関係でやってる部分があるから、そうですよ、ね、やっぱそれはもう仕方ないってことで、うん、まあ、だからいろいろこういろんなせめぎ合いの結果、まあ、あそこはまた使わせてくれと、要するにまあ本当は見せかけの話ももうちょっとなーって言ったんだけど、いやもうそこはもうとにかく残させてくれっていうことだけは伝えたんですけどね、うんうん、でも基本的に、はい、出ていただく方はリスキーだと思うっていうのは分かるんですよね、うんうん、そうですね、っていうのは、はい、やっぱりその映画ドキュメンタリーっていうのは、はいはい、そのジョさんもね、さっきおっしゃ、うん、ちらっとおっしゃったけど、うん、まあ、報道っていうのはその中立ニュートラルってことはすごく意識されると思うんだけども、はいはい、うん、僕やっぱり映画は主観だと思ってるんで、やっぱりそれが作家性 ですから、はいはい、主観で撮るのが映画ドキュメンタリーだと思ってるので、うんうんうん、いわばその内山さん その主観に還元される恐れっていうのはもちろんあるわけですよね、はい、そうですね、そこにじゃあどれだけ乗っかれるかっていう覚悟が、はい、もちろんその取材される側にも問われるので、だから逆にやっぱりここまでちゃんとその出ていただいた方々がそこに乗っかっていただいたっていうのは、いろんなその真摯なせめぎ合いがあったのかなと想像しました。まあ聞く内容も、まあ、まあ事前にちゃんと打ち合わせしてから撮影に入るわけですけど、うん、別日にちゃんと取材してからですけど、うん、やっぱそこでまずこういう話を聞きたいということで、まあ、一応こういう映画でこういう方々を取材しているって話も全部言って、うん、でそれでまあ納得していただけて出てるんじゃないかということがあるのと、まあ、パンケーキをご存知だったりする方が多かったので、うん、運よくで、やっぱりそういう意味で言うと、ある程度こういうことにはちゃんとするんだろうなっていうのは、決して変な悪意を持ったつなぎ方はしないだろうというのは、まあ、ある程度信用してもらえてたところはあるんですよ。ただ、まあ、これもまたここだけの話ですけど、はい、お願いします、あるまあ、ジャーナリストの方にもうたっぷり話聞かせてもらったんですよ、はい、でたっぷり聞かせてもらって、で結構その人に、ね、この映画の企画ですよ、映画の企画ですよってずっと映画の企画だってこう伝えて、もういわゆるもう何、メールにもしっかりそのもう映画の件について、安倍さんの、映画の件についてって、もう映画の話をこうずっと取材して、こういう取材とこういう取材とってやって、でいざロケも撮影も全部2時間ぐらいたっぷりお話聞いた後、でこれっていつ放送なんだっけ、いや放送じゃないですよ、ですから映画ですから、いつちょっと待って、映画で前に実はその人には、うん、テレビの取材でテレビのことの取材で1回 NHK の番組で取材したことだったんで、だってテレビで前やったじゃないですか、いやでも今回ずっと映画だってずっと書いてたじゃないですか、メール、いや映画って僕テレビで一回も言ってないですよ今回はって、あれちょっと待って、それいや参ったなそれは、いや参ったなこれってなって、ちょっとモノマネが入ってる、いやいや、まあまあでもそういったもそんなすぐ分かるもないんですけど、まあその方しか分かんないと思いますけど、いやそれちょっと参ったダメだな、いやこれなししてくれれば、えどういうことですか、いや僕全部なしだな、いや無理だよそれは、こうやって、いやまず今おっしゃってる、いや僕のあなたの趣旨で切っちゃうでしょ、全部作るでしょ、バランス関係ないもんねとか言われて、いやバランスって言われても一緒に今日聞いた話を、まあ、ある程度こうコンパクトにすることはありますけど、その別にそのおかしなこととかある、まあ歴史的な事実の話をずっと伝えてもらってるだけだから、っていうこと言っても、いやなしだな、いやごめんなしだなってもう完全にそこなしですよ、もうそれって、はい、じゃあその方は、はい、テレビだったら OK だったって、それはその心はどういうことなんですか、ね、多分テレビだとさっき言ったようにあるバランスをきっと取るだろうと、要するに放送上、要するに多分見る人たちも
あのまあ、プロデューサーも含めていろんな写真が見た上で出すだろうか、うん、安全圏の安全圏のバランスのいいものにするだろう、はい、ただ映画に関してはそれあなたの趣旨で決めるでしょ、うん、いやでもそれテレビだともちろんそうだけど、うん、と言いながらある程度いろんな人間がこう介在してきて、うんまあ、編集やめろここ帰ろうっていうのはあるけど、うん、これに関してはないでしょあんまりって、まあ、だからっていうことをはっきりおっしゃるといやそれ意味でそうですけど ただその前に、まあ、最初から僕映画とか言ってそれをご存知で撮っといてこんだけ僕らもスタッフ用意して一日その人間たち拘束してギャラガリのも発生してて、うん、え どうされますって言っていやあれだな申し訳ないけど無理だなって全然謝る気ないまま帰っててでもそれぐらい何かこう、はい、もうメディアのフォーマットやり方が全然違うってことなのかな僕はあの 僕のやってやり方自体で言うと僕そんなに大きなフォーマットがあると思ってないですよ、うん、違いがあると思ってないですよ、うん、ただ彼らからすると、まあ、さっき森さんもイミチ君もおっしゃったように、うん、やっぱ僕が主体で切っていい決めていいという映画のでも、ね、お見せするじゃないですかどっちにしろあでも全部じゃないですよ別にそれ見せてくれっていう人は本当にあそうかそうか、うん、でテレビに関しては見せないですもん絶対あテレビは見せないですそうですよね逆にテレビは逆に見せないですよだから僕の感覚逆なのよ、はい、あの映画とかこういう YouTube 動画だったら、はい、あの全部の発言をちゃんとやってくれるから、はい、むしろ OK なんだけど、はいやっぱりテレビって編集めちゃめちゃされるし、はい、あの見せてくれない法律上とかそうあのたまにあります最近はむしろ、はい、最近はあるんですよね、うん、一応ちょっとその確認していただけますかっていうのも、はいはいはい、あるんですけども、うん、でもまあない基本ない世界じゃないですかです、ねですねうん、だからどっちかというと逆なんですけどね、うん、でも別の考え方もあるんだそういやだから信用してもらえてるかどうかだけだと思うんですよ ね、うん、多分ねテレビ局に対する信頼度が高いですねそうそうそうっていうタイプの方だったな、はいはい、特に前は NHK の番組だったっていうのがあるかもしれないですけど、うん、NHK はそれ以上やらないですねっていうことかただ別に今回伺った話なんか別に決してそんななんかやばいの全くないそうどっちかっていうとあんまり取れたかねえなと思いながらこうやってた話だったんでだからやっぱりなんかそこの自粛感ってがあるんですよ、ね、あるんですね。これで多分安倍さんの映画だということもあって、うん、どういう出方するかわからんというようなことも、うん、まあもしかしたら急に感じたのかもしれないですよね。怖い。映画だから、うん、そう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 、うん、映画だということで。でさっき僕のエンディング あの終わりのところの話で言うと、うん、あの僕がまあ家族のことも含めて覚悟として見せた中には一つはもう一つやっぱこの映画にはそういう顔出しで出てくれてる方他にもたくさんいるわけで、うんはいでそういう人たちに今まで僕の取材もそうだけどそういう人たちはリスク背負って出てくれてるのに、うん、僕が全くリスク背負ってないことはずっと多かったこともあったのでそういうこともあって自分の、まあ、ある種僕がというよりはまあ家族ですよね僕の中のリスクと覚悟もここで、まあ、ある程度伝えるという意味もあのエンディングには実はあってでも、はい、もうまさにおっしゃられたように、はい、さっきはだからスクリーンから内山監督が出てきたようなイメージ、うん、でもそれはいわば、はいあのカメラに映される側に回ったっていうようなイメージですね。そうですね。はい、うん。だから自分も壇上に立つよっていう。そうです。気分という人はそういうことです。でただじゃあなんでカメラを自分の顔に見せなかったんだっていうふうに結構いい人いるんですよ。あ、そうなんですか。厳しいな。でいる人もいたんだけど、ただ僕はそれはね実はできないなと思ったのは。うん僕カメラがあるとね絶対ね芝居しちゃう感じが自分であるんですよなんかねあそうですか僕はとかなんか、うん、その芝居しちゃう自分が出た時に絶対これは芝居感が出ちゃうと思って、でどうやってもこれあの、ね、真面目にやってもこれね本気でやってもね絶対芝居感出ちゃうと思ってそうするとなんかもういろんなも台無しになるので、ね、趣旨が違っちゃうぞって思って、ね、だからむしろその言葉だけでちょっと、まあ、リアルな言葉だけをなんか伝えたかったんで、うんまあそういうこともあったんですね。でも本当素晴らしい、うんはい、ご判断だったと思います。はい、今回、はい、まあ長編ドキュメンタリー監督、うん、映画、はい、第2作、はい、妖怪の孫を捉えて、はい、内山監督に一番フィードバックが大きかったことって何ですか？これでもね僕安倍晋三っていう人間をこう追っかけてきたんですけど、うん、結局よくなんか安倍さんと聞くかどういうふうに監督を持ってますって言われるんですけど、はい、なんかそういったことをなんか答えたくないんですよ本質的には、うんうん、なんですかいやそれを映画で見せてるからって思ってるんで、うん、だから、はい、あんまりなんかその簡単に答えたくないんだけどただなんかどっか自分の中で、うん、やっぱこの人に関して俺はどうしてもここだけは伝えなきゃいけないっていうかすごく気になってるからこれをやっぱ意図的にそれが出ちゃってるんですけど、はい
そこが例えばそのあの人がこう発する言葉のリアルのあれで言うと、こんな人たちに負けたくないんだ、こんな人たちに負けるわけにいかないっていう言葉だとか、あとヤジを汚いヤジをこう飛ばしたりとか、それからその相手を腐すようなこととかをすごくこう言いますよね。野党のもう悪の民主党政権とか、すごくこう安くあの相手を語る感じとかが、僕はすごくこう大人として、まあだから年齢で言えば大先輩というか、まあ、ね、10以上も違うような大人だけど、なんでこんな大人が日本のトップにいるのかって思いやっぱずっとあるんですよね。でこんな人を選ぶのかっていう、羨んでしまうんだっけ我々はっていうのを、なんかもっと気づかなきゃいけないなっていうのはやっぱどっかずっと中にあって、でっていうことをまずやっぱり作れば作るほどそういう思いがやっぱりすごくなってて、でも一方でやっぱ今ね、先ほども言ったようにこの年末ぐらいから、特にこの年明けてからもどんどんおかしくなってくる日本の歪み方を、この映画を通してやっぱりその安倍さんの流れとともに、そのやっぱり残りがみたいなものがやっぱりずっと印象のようになって、ただ政治だけの問題じゃなく、それこそ妖怪に今表現されているような我々の中に起きているそのギスギスした人間関係というか、不寛容だったり本当に人をこう差別するような感じだとか、あと本当は忖度っていう妖怪も作りたかったんですけど、なるほどなるほど、なかなかちょっといい例が浮かばなくてもそのタイムアウトになっちゃったんですけど、だから本当はそういったぐらいの我々の起きているこの10年間みたいなものをどうやったら伝えられるだろうかっていうことをずっとこうないまぜにしてたもので、まあそれがまあやっと形になって出て、でやっぱり見た人がこんなにこういうの待ってたんだよって言ってくれる、要するにこういうの見たかったんだよっていうことをすごく熱くこう、まあ、劇場で挨拶行ったりしてたら、すごく言ってくれる方がものすごくいて、でそれは結構年齢も上の方もいるし、結構若い30代ぐらいの方もいたりなんかした時に、ああだからなんかやっぱりこういったものが飢えてるっていうか、なんかそういったことの議論をすることも足りなくなっちゃってるし、そういったことをこう見せつけられて自分もまた発信したくなってくる感じとかが、やっぱどっか別のエネルギーで溜まってるはずなんですよね。それが選挙とかそういったものにまだこ うまく反映されなくなっちゃってるっていうか、であとまあそのまだ数圧倒的にまだ少ないと思うので、そういったものに少しずつも起爆剤というか与えられてるようになるべきだと思うし、そういった材料がまだまだ足りてない気がするんですよね、まあ、この映画だけに限らずいろんなもんが、っていうことのなんかこう不自由さばっかりが今この作れば作るほど作ってこうやって出れば出るほど、うわまだ足りてねえなっていう感じがすごくこうイライラするぐらい、いろんなことがマイナス面のことばっかりが今見えてくるような気がしてて、なんとかそれをプラスに変えられる方法がないのかっていうのは思いますね。例えば今回の映画も劇場がなかなかこう広げてくれなかったのは、やっぱり予告編すらあとポスターも全く貼ってくれないし、本当ポスターないんですよ映画館とか。そういったものが映画ってもっと自由だったのに、映画館すらもこんな躊躇しなきゃいけないんだっけとかっていうのも、ものすごくこう勇気なのか、それとも自重なのか、それとも何が原因なのかわからないんですけど、すごくそういうことを気にしすぎてることが多くて、さっき言ったエリートみたいなことでなんか傷つかないことばっかり、安全圏なことばっかりやろうとしてるのか、なんかわからないですね、このものが動かない感じとかが、そのなんかフラストレーションみたいなこととか、なんかごめんなさい全然話まとまらないですね。いやでもすごく興味深いです。で今ずっとおっしゃられていることは、はい、全部そのもう本当内山監督ご自身が、なんかやっぱ体感されていることだっていう気がすごくするんですよね。だから妖怪のキャラクターは僕も結構ギクッとするものがあって、まあ自分もいるんだろうなということですよね、あのキャラクターは。それがその時代の空気の中で侵されるっていうような、知らず知らずのうちにこう妖怪が住んじゃってるというようなイメージで見たので、だからその本当映し鏡みたいなものだと思います。だから自分の問題としてネガティブな部分も跳ね返ってくる。で僕そのパンケーキはかなりその開脚的な本当風刺劇としてすごく良質のものだっていうふうに見たんですけども、やっぱりその妖怪の孫って僕もその汚
点となっているエネルギーってやっぱり怒りっていう感じがすごくするんですよね。そこがやっぱりトーンの、はい、大きな違いで、それはやっぱりどこかその例えばその安倍さんがおっしゃられた、うん、こうつい出してしまう、うん、非常に特権意識に、はいはい、満ちた安い、はい、言葉だったりと、はいはいはい、どっかやっぱりこっちそのそことこうしてるがゆえの怒りっていうところもやっぱりちょっと感じます、はいはいはい、でこれはすごくリアルなものだと思うんですが、はい、自分にも起きちゃってることなんですよ。そうなんです。だから安倍さんをおっしゃるように安倍さんに対するこう怒りというか何かこう許せないものが自分にも丸々起きていることだったりするんですよね。全くそう思います、はい、だからいわゆるその負の連鎖っていうものっていうのはやっぱりそういう怒りと怒りでこうどんどん拡大していくようなことなんだなっていうふうのは今回の映画を見ながらもう改めて思ったことで、はい、なのでやっぱりまだ続きを撮っていただきたいという第3作、はい、やっぱり3部作じゃないですか。なるほど。これはもう川村さんがその今ねやっぱりこのいらっしゃらないっていうのは大きいんですけど、なんかでもちょっともう一個いけなんかさっき言ったその外交っていう主題もありますけども、今度はその怒りを何かにこの変換するものっていうもの、内山監督の作品を見れたらすごく嬉しいなと勝手に思っていますけど、いやまあそう言っていただけると。で本当に川村さんがいなくなって本当にこういう映画を立ち上げようという方が、うん、いるんだろうかっていうのは僕は実はすごく今映画界の危機でもある、うん、僕は実はそこを、うん、いや僕がやりますっていうことではないような気がして、やっぱりそこは川村さんなりそういう人たちが、うん、プロデュースをやる人が、うん、腰の強い人たちがパンと出てこないことには、うん、なんかそう簡単に動かないなっていう気がちょっとしてるんですよね、うん、でもジョさんもね言ったけど映画も安全圏ではなくなってくる可能性あるもんね、うん、そうですね、うん、だからあえてこの作品の重要さっていうか、うん、いやもうシリーズしてほしいですね、してほしいですね、うん、もう本当でも少なくともなんとか次の期待というのはちょっと重圧になってあれですけど、うんうんはい、いやいやでもそう言っていただけるのはすごく嬉しい、はい、すごいそういう声が出てきてることは確かなので、うん、ただ本当にそういった映画界であってほしいし、逆にそういったプロデューサーが、うんまあ、やりましょうって言ってくれる人がそうです、ね、ちゃんとこう骨の話が出てくると本当にいいなと思うんですけどね、本当も出てきて、はい、あ本当お願いします、ぜひ本当にそう、はい、撮らせてほしい、いやそうですね、まあまあ簡単に僕もやりますと言わないですそれはそんなちょっといろいろね考えますけど、はい、まだ先週でるつもりはないですけど、主題が見つかるかどうかなんですけど、そうですね、うん、はい、でそうだないやでも本当にそう言っていただけるの嬉しいし、やっぱなんか今ちょっとそうやんなきゃいけないんじゃないかっていう空気も感じてるんで、うん、さっき言ったように怒りのまだ出しどころが出し切ってないものもあるだろうしっていう気がするんで、またお話ぜひ聞かせてください。わ、ねはい、かりました、はい、今日はどうもありがとうございました。内山武人監督でした、ありがとうございます。どうもありがとうございました。